これより会議を開きます。原子力問題に関する件について調査を進めます。この際、原子力規制委員会の活動状況について説明を聴取いたします。田中原子力規制委員会委員長。おはようございます。原子力規制委員会委員長の田中俊一でございます。衆議院原子力問題調査特別委員会におけるご審議に先立ち、原子力規制委員会の活動状況についてご説明申し上げます。原子力規制委員会は、原子力利用に対する確かな規制を通じて人と環境を守るという使命を果たすべく、さまざまな政策課題に取り組んでおります。まず第一に、東京電力福島第一原子力発電所の安全確保です。事故を起こした原子炉の放射線リスクを低減するため、引き続き昨年8月に認可した実施計画に即した適切な対応が行われているかについてしっかりと監視し、安全を確保してまいります。また早期かつ安全な廃炉や汚染水対策の実施に向け、規制当局として今後とも技術的助言を積極的に行ってまいります。また事故原因の究明は原子力規制委員会の重要な業務の一つであり、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書において、今後規制当局による実証的な調査検証が必要であるとされた未解明問題について、先月初めに規制当局として中間報告書を取りまとめました。今後も継続して事故原因の究明に取り組みます。第2は、原子力改正原子炉等規制法に基づく原子力施設の新しい規制基準への適合性審査です。原子力規制委員会では、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まい、地震津波に耐える性能の強化や重大事故対策を盛り込んだ新しい規制基準を制定しました。この新規制基準への適合性審査については、これまで発電用原子炉については10の電気事業者から20基の発電用原子炉にかかる申請が、核燃料施設等については8つの事業者から14の施設にかかる申請が出されており、順次審査を進めております。このうち発電用原子炉については、九州電力仙台原子力発電所1号機2号機にかかる設置変更許可申請について審査を行った結果、新しい規制基準に適合していると認められたことから、9月10日付で許可したところです。今後も新規制基準に基づく適合性審査や検査について厳格かつ適切に取り組んでまいります。第3は、原子力災害対策の充実強化です。原子力規制委員会では、原子力災害特別措置法に基づき、原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の設定や、緊急時に防護措置を直ちに実施するための方針を示した原子力災害対策指針を策定するとともに、緊急時におけるモニタリング体制強化するための取り組みを進めております。また災害対策基本法に基づき、関係自治体が定める地域防災計画については、現在内閣府の原子力防災部門を中心に政府を挙げて各自治体の取り組みを支援しております。原子力規制委員会としても技術的専門的な観点から支援してまいります。第4は、国際的な連携の強化です。我が国の原子力規制を向上させるためには、海外の原子力規制に係る経験や知見を取り組むとともに、積極的に情報交換を進めていくことも重要です。本年9月には東京で第7回日中間上級規制者会合TRM を開催し、
原子力安全に関する地域協力のあり方を議論しました。今後も継続して協力関係を強化してまいります。加えてアメリカ、フランス、イギリスなど世界各国の原子力規制機関との間で引き続き情報交換を進めてまいります。さらに国際原子力機関 IAEA による総合規制サービスの受け入れに向けた準備を進めるなど、国際機関との連携についても積極的に取り組んでまいります。以上、原子力規制委員会の活動状況についてご説明いたしました。我が国の原子力規制に対する信頼の回復はまだ道半ばにあります。原子力規制委員会では与えられた職責を踏まい、真の安全文化を構築し、原子力利用の安全が確実に担保されるよう今後とも努力してまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。以上で説明は終わりました。この際お諮りいたします。本件調査のため本日参考人として東京電力株式会社常務執行役姉川貴文君の出席を求め意見を聴取することとし、また政府参考人として内閣府大臣官房審議官氷谷義康君、内閣府政策統括官平井沖信君、文部科学省大臣官房審議官田中正明君、経済産業省大臣官房審議官土井良二君、経済産業省大臣官房審議官吉野恭二君、資源エネルギー庁次長高橋泰造君、資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長木村洋一君、資源エネルギー庁電力ガス事業部長多田昭弘君、環境省大臣官房審議官奥主義美君、原子力規制庁長官官房核物質放射線総括審議官片山博文君、原子力規制庁長官官房審議官山田智穂君、及び原子力規制庁原子力規制部長桜田道夫君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。鈴木淳二君。おはようございます。田中委員長、今日は早朝からお出かけを賜りました。誠にありがとうございます。本日は午後に園遊会並びに本会議も入っているようでありますので、早めに質問に入らなきゃいけませんのでよろしくどうぞお願いします。まず最初に、先ほどの報告にもありましたけれども、10月4日付の東京電力福島第一原子力発電所事故の分析、中間報告書案につきまして、その取りまとめの経緯の説明並びに今後の取り扱いについてお尋ねをいたします。規制庁山田審議官。東京電力福島第一原子力発電所の事故の分析につきましては、原子力規制委員会の重要な所掌の事務の一つでございます。長期にわたる原子炉内の調査等も踏まえつつ、技術的な側面から分析を継続いたしまして、必要な知見を安全規制に取り入れていくことが重要であると考えてございます。このため原子力規制委員会では平成25年3月27日に東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会の設置を決定いたしました。この検討会は平成25年5月から東京電力福島原子力発電所事故調査委員会国会事故調の報告書において今後規制当局や東電による実証的な調査検証が必要であるとされました未解明事故について議論を開始をいたしました。これまでに検討会を6回現地調査を9回実施いたしまして、平成26年10月8日に原子力規制委員会として中間報告書を取りまとめたところでございます。この報告書につきましては同日原子力規制委員会のホームページにも公開をいたしてございます。今後とも中長期にわたる原子炉内の調査等も踏まえまして、引き続き技術的に解明すべき課題について検討してまいりたいと考えてございます。鈴木君。はい、ありがとうございます。改めて確認をしたいと思うんですが、
今回 の、 調査検討委員会ですが、これは国会事故調のいわゆる指摘要請を受けて設置したのであるか、あるいはですね、独自の権限の下で設置したのか、それはどちらでしょうか。山田審議官。原子力規制委員会設置法には先ほど申し上げた通り、その所掌事務として原子力事故の原因究明が規定をされてございます。東京電力福島第一原子力発電所事故の分析は原子力規制委員会の重要な所掌事務の一つであると考えてございます。今回中間報告書で検討した項目につきましては、これも先ほど申し上げました通り、国会事故調報告書において今後規制当局や東電による事象的な調査検証が必要であるとされた未解明問題ということでございます。鈴木淳司君。はい、ありがとうございます。ではですね、今回のこの中間報告が持つ意味について少しお尋ねしたいと思うんですが、この報告書がですね、すでにホームページ公開されてますけれども、これをもし IAEA にこう送付となればですね、これはある面で我が国の原子力規制当局として初のいわゆるこう事故原因の分析公表になると思うんですね。で、これがですね、果たしてその国際的ないわゆる評価に耐えるものになるのかどうか、つまり内部の調査でありますが、このピアチェックに耐えられるかと、この辺についてのご認識をお願いいたします。山田審議官。本中間報告書の作成にあたりましては、調査分析計画案の作成、現地調査分析評価案は原子力規制庁の職員自らで行ってございます。計画案分析評価案につきましては、原子力規制委員会のもとに外部専門家等からなる検討会を設置して議論を行いました。原子力規制庁職員が行う現地調査の際には、現地調査の項目に対し知見を有する外部専門家の同行をお願いをしたり、その評価にあたって意見を伺うなどの外部の意見も聞きつつ検討を行ってございます。さらに IAEA 等の国際的な会合において検討の進捗状況に説明し、意見交換を行ってきておりまして、それをまとめたものとなってございまして、これは英訳の上 IAEA 等に送付しているところでございます。今後とも調査分析にあたりましては、専門家の意見を聞きつつ適切に行ってまいりたいと考えてございます。鈴木淳司君。改めてお尋ねしますけれども、今回ですね、中間報告の内容はですね、原発事故は一時的には津波災害だということになってますね。で、巨大津波の襲来までは既存の施設は壊れていないとい う、 こう判断になろうかと思うんですが、これは当局が事故原因を津波と断定したというふうに理解させてよろしいんでしょうか。挙手をしてください。山田審議官。中間報告に書いてございます通り、現時点そのように判断しているところでございます。鈴木淳司君。はい、ありがとうございます。実はですね、今回、かつて、事故調査に関わった方々の複数の方からですね、この度の中間報告をまとめる段階で、いわゆる原子力規制委員会のこの姿勢に対する疑問というかですね、少し懸念の声が上がったんですね。で、まあ、今回は規制委員会の中での調査検証だと、でいわゆる外部の目でさらされていない、また外部の目での検証が不可能な中での調査であってですね、規制委員会の独立性を担保する透明性とか公開性がないのではないか、あるいはですね、もしこれが調査委員会 の、 その提言から始まったものであるとするならば、そのいわゆる調査権限の元になった、今調査委員会はありませんけれども、その元になった国会とのですね、対話も不足ではないかと、まあ、こんなようなこう指摘があったんですね。で、今回私もここに至る前に、担当の方からですね、説明を受けました。大変高い線量の中で本当に頑張って調査をやっていただいてますね。ただですね、そうした努力がもしひょっとして正しく評価されないとするならばですね、これはある面で調査の中身の問題ではなくて、その取りまとめに至るまでの初期段階、まあ、着手段階からですね、あるいは途中過程においてですね、少し関係者とコミュニケーションが不足をしているのではないかと、まあ、こんなことが私は思うんですね。そこで、少し規制委員会とですね、外部のコミュニケーションの問題、少し議論したいと思うんですが、まあ、今回ですね、先ほど申し上げたように、かつての調査に関わった方々からもですね、少し懸念の声がありますし、また議事録の公開等はもちろん逐次
本当に詳細にされてますね。ただしそこの部分ではなくて、根源的ないわゆるその規制委員会のそのあり方姿勢についてですね、やや実はコミュニケーションの不足が問題なのではないかとこう思うんですね。でよくその独立と孤立は違うとこう言われますけども、ある意味で現状は他者とのですね、接触を固くなりこう立った形でね、それで孤立に近い状態の中でいろんなことが進んでいるのではないかと、こういう実は私も少し懸念は持つんですね。で過酷な事故を受けて、まさに新しい規制文化を作っていくんだというところ、ゼロベースから原子力規制への信頼を作り出していくんだというその過程、その努力の中でですね、もし原子力委員会がそうした外部との接触や連携をですね、ことごとく立って、で、ある面で外部の意見や懸念にあまり耳を貸さないでですね、独自で進めるというふうにもし取られたら、これは得策ではないと思うんですね。で、せっかく現場スタッフが頑張っているにもかかわらず、それがそういう形の評価ではなくてですね、コミュニケーション不足がゆえに、その疑念が持たれたら非常にもったいない、残念なことだと思うので、私は規制委員会、委員長ですが、外部とのコミュニケーションの取り方っていうのをどうすべきとお考えなのかですね、現状のままでいいのか、あるいは改善余地があるのか、ある面で最高責任者たる委員長のご見解をお尋ねしたいと思います。田中原子力規制委員会委員長。先生ご指摘のとおりでありまして、当委員会としても国内外の多様な意見に耳を傾けて孤立と独善を戒めることは大変重要であるという基本的な考えを持っております。で、規制委員会の組織理念の中にも活動原則として掲げているところでございます。ただ規制の独立性ということも大変重要でありまして、そことの兼ね合いにおいていろいろ先生ご懸念のような事態が意見もあるということも十分承知しておりまして、この点については徐々に改善を図っていく必要があると思います。具体的には個別施策の検討にあたっては原子力事業者あるいは有識者との意見交換の場を設けてきております。また事務方と事業者との面談についても何ら規制はしておりません。ただしその面談をした場合にはそのことについての報告は公表すると、面談記録を公表するというようなこともしております。今後とも委員会が孤立し独善的な判断に陥ることにならないよう十分に留意しつつ、科学的技術的な議論を深めてまいりたいと思っておるところでございます。鈴木淳司君。ぜひですね、そういうふうにしていただきたいと思うんですが、やはり今回の取りまとめ段階でもですね、かつて調査に関わった非常に深く関わった方々の中にですね、そうした懸念を持たれる、こともありましたし、またこの本、規制委員会をですね、参上機関として非常に独立性が高い、そういう機関として発足させた方々、これは前政権下でありますが、その方々にもですね、実を言うとこの部分を懸念をする声が非常に強いというふうに私は承知をいたしております。本来極めて独立性が高い、あるいは強い権限を付与された規制委員会だからこそ、ある面で他者に会えばその独立性を疑われるというようなですね、そうしたことをむやみに恐れないでですね、逆にこうしたそのいろんな方々とその会ってですね、それでステークホルダーもそうだ、あるいは自治体もそうだ、あるいは議員もそうだ、フランクに接すればいいと私は思うんですね。しかしさっきおっしゃったように、その際、しっかり記録を残しながらですね、仮にこの彼ら、あるいはいろんな方に会ったとしてもですね、その意見を聞いても、最後は、決然とご自分でですね、判断をする、権限をお持ちなわけでありますから、私は接触を断つことが独立とは思わないのでですね、ぜひ多様な意見を、聞く中で、最後はですね、自らの価値観でありその理念で決然と判断されればいいわけでありますから、ぜひそうした形の規制委員会になっていただきたいな、いろんな方と接点を持とうが最後はノリを曲げないと自分の信念でやるということでいいと思うので、ぜひそんな形でお願いがしたいというふうに思います。それでですね、実はこの問題については、昨年の12月に我々自民党もですね、原子力規制に関するプロジェクトチーム PT というのでですね、その提言を出しました。
で、この提言はですね、いくつか項目がありましたけれども、果たしてこれはその規制委員会に、あるいは規制庁に、どう受け止められて、どこがどう改善されたということでしょうか。その具体例をお知らせください。田中委員長。提言の中にはいくつかございましたので、すべてではなくて、お答え申し上げたいと思いますが、一つは、まず一番大事なことは、まさに今先生がご指摘のように、コミュニケーションをきちんと取りなさいということです。それで、具体的には、先月末からですけれども、先月末に九州電力の雨竜社長と懇談、意見交換を公開の場でやらせていただきました。でこれは今後ともやはり事業者安全を守る上では事業者 の責任というか自覚が大事だということで特にトップマネジメントということについて意見を交換させていただいて今後とも毎月1回ぐらいのペースで各社のトップと意見交換をしていくというようなことを考えております。それから国際的な交流も含めて国外の多様な意見も取り入れるべしということでこれは例えば IRRS IAA の、ミッションを受け入れてきちっと活動について点検してもらうようにというご提言もいただきましてこれについては今準備を進めておりまして来年ぐらいをめどにIRRS の評価を受けるということを今考えております。でそういったことを踏まえながら我々の規制活動をの改善を図っていきたいとそのように思っております。鈴木淳司君。はい、ぜひその方向でですねしっかりと進めていただきたいと思うんですが、この報告書の中にですね国際的な報告じゃありません、ね、先ほどの報告の中にですね活動状況報告の中に国際的な連携の強化というのが謳われておりました。私は今回の福島第一原発の事故本当に残念な事故でした。また本当に地域に申し訳ない事故でもありました。でこの事故はですねもはやこの日本の事故だけではなくてですねある面で世界全体の共通課題だというふうに思うんですね。で事故当事国とはいえ日本だけで抱え込む問題ではなくてですね世界の共通課題として実はこう捉えていく中でですねそれをその課題を世界のその規制関係者と共有しながらそこに外部海外の人材も入れて知見も入れてそしてまた日本の規制関係者もそこで混じり合う中でですねその共通課題としてそれに取り組む中でそうすればある面で日本のその閉鎖性ということもなくなるでしょうしあるいは規制人材の交流の中でですね力もつくでしょうしそうした形で実はこれは本当に世界と共有ということが実は大きなこうテーマだというふうに思うんですね。でぜひですね、ここで規制委員会の責任感非常によくわかりますし個々のそのスタッフの方々の努力がよくわかります。ただこれを今の委員長もお話もありましたように一歩進めてですねさらにもちろん独立は必要でありますしただですね開いた形でその課題共有する中でぜひ日本の規制新しい規制文化をですね作っていただきたいと思うんですがぜひ委員長の ご決意のほどお貸せいただければありがたいです。田中委員長。今ご指摘がありましたように福島第一の原子力発電所の事故の教訓を世界共有で共有するというのは大変重要だと思います。それで私どもとしても先ほどは初心のところでアメリカ、フランス、イギリスって申し上げましたけれども具体的にはスウェーデンとかドイツそれからスペインから最近ではリトアニアとかトルコとかいろんなところとこの協定を安全に関する情報交換の協定を結んでこの向こうも福島の教訓を学びたいというところがありますので私どもも積極的にそこに関わっていきたいと思いますしIAEA とか OECD、NEE とかそういったところはもちろんのことですがアンスケアとかそういったところについていわゆる放射線防護の分野においても積極的に協力して、いただいておりますし
海水 の、 汚染の問題については IAEA とのモナコ研究所から定期的に来ていただいて我々の測定を見ていただき、また我々の測定結果も定期的に IAEA に報告するなど、できるだけ今ご指摘のような趣旨に沿って努力してまいりたいと思っております。鈴木淳司君。はい、ありがとうございました。ぜひその方向で頑張っていただいてですね、この福島第一の事故、本当に過酷な事故があったからこそ、逆にここから日本の新しい規制文化が生まれた、あるいは世界のその規制文化が生まれた、こうしていただきたいと思いますので、ぜひ頑張っていただきますので、よろしくお願いして質問を終わります。次に樋口直哉君。こんにちは。樋口君。おはようございます。公明党の樋口直哉でございます。田中委員長、早朝から大変お疲れ様でございます。私はこの原子力規制委員会による世界一厳しいこの規制をクリアした原子力発電所については、地域住民の皆様の深いご理解を得た上で順次再稼働を進めるべきだと、こういう立場でございます。本日は原子力の問題をめぐる政府、そして国の役割、そしてその現状についていくつか質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、資源に乏しい我が国においてエネルギーの安定供給は至上命題でございます。我が国はいわゆるエネルギーミックス、最適な電源構成によって安定供給を実現していく他に道はありません。我が国のエネルギー政策は大規模な今調整局面に入っております。そうした中で、そういう現状の中で新たなエネルギーミックスを策定をすることが急務となっておりますが、4月に示された、策定をされたエネルギー基本計画においても諸般の事情を踏まえて速やかに示すと、記されているに過ぎません。エネルギーミックスが策定され、将来の電源構成に占める原子力発電の具体的な割合、目標値が明示をされない限り、安全性に関する地に足のついた議論は困難だと考えます。拙速な議論になったり、あるいは議論のための議論になったり、あるいは堂々巡りの議論になってしまう、そういう危険性があります。今日までエネルギーミックスの具体的な数値、電源構成比率を策定できないこの理由をまず お聞かせください。経済産業省吉野大臣官房審議官。お答えいたします。エネルギーミックスにつきましては、エネルギー基本計画を踏まえまして、原発の再稼働、再生可能エネルギーの導入、COP などの地球温暖化問題に関する国際的な議論の状況などを踏まえまして、見極めまして、進めていく必要があると思っております。現在、その総合新エネルギー調査会におきまして、省エネルギー、新エネ、原子力に関して、それぞれ小委員会を設置しておりまして、産業、業務、家庭、運輸、各部門における省エネルギーの取り組み、それから再生可能エネルギーの導入可能性の検証と拡大策や、国民負担の抑制も踏まえた固定価格買取制度のあり方、それから原子力に関しましては、廃炉の円滑化や競争環境下における原子力事業のあり方といったエネルギーミックスのそれぞれ要素となる政策についての検討を進めているところでございます。いずれの小委員会も非常に難しい課題に対しまして、腰を据えた検討が必要と考えております。しっかりと議論を深めていく必要があると思っておりまして、こうしたその小委員会の検討の成果も活用しながら、現実的にかつバランスの取れたものを設定していきたいというふうに考えてございます。樋口直哉君。はい、現実的でバランスの取れたものを策定をするということですが、この策定の時期について明確にお答えをいただきたいと思います。吉野審議官。お答えいたします。現段階では具体的な時期については申し上げられませんが、いずれにしましてもエネルギーミックスについては、エネルギー基本計画を踏まえまして、原発の再稼働、それから再生可能エネルギーの導入、COP につきましては、来年末に COP21 が控えておりますので、おのずと急ぐ必要もございます。そうしたところをございますので、できるだけ早く策定をしていきたいというふうに考えてございます。樋口直哉君。福島 の、 この大変な悲惨な事故がありまして、その火力発電のウェイトが激増しております。1日 100億円とも言われますが、毎年何兆円という、燃料費が海外に流出をしている。景気の回復がに足踏みが見られる中で、こうした巨額の国富を流出させ続けることは誠に残念なことでもございます。
また昨今世間を騒がせているこの再生可能エネルギーの買い取りをめぐる問題についても、再生可能エネルギーの将来における具体的な数値目標が示されない中で根本的な解決が可能なのかどうかと大変疑問に思います。入り口は決めましたけれども、出口が決まらない、出口を決めなければなかなか解決ができないのではないかと思います。こういった問題を早急に解決する上でも、政府は困難な作業ではありますが、目をそらさずに一刻も早く具体的な電源構成比率を国民の皆様に示す必要があるというふうに考えます。まさに今おっしゃった COP21 が来年末ということでありますが、目処はそれまでにということでよろしいんでしょうか。お願いします。答弁お願いします。吉野審議官。COP21 に向けまして、いずれの国もできるだけ早く約束損をお出しするということでございますので、まあ、それに向けまして、エネルギーミックスに関しましてもできるだけ早期に策定をするということで進めていきたいと思っております。樋口直哉君。はい、ぜひ、具体的なそして実効性のある、エネルギーミックスを、策定をお願いしたいと思います。続きまして、原子力規制委員会による、新規制基準の適合性審査に関して、原子力発電所敷地内の破砕帯調査評価に関する有識者会議の在り方について質問をさせていただきます。破砕帯調査の結果、耐震設計上考慮する活断層と評価をされれば適合性審査はストップすることになるわけですから、この破砕帯の評価は極めて重要な問題であります。その評価には公正性、公平性、透明性が強く求められるところであります。この破砕帯調査を実質上有識者会議が行っているというふうに伺っております。まあ、実質上と申し上げましたのは、最終的にはもちろん原子力規制委員会が判断をするわけでありますが、この委員会の判断の前提となる調査評価を有識者会議が行うという意味で申し上げたわけであります。原子力規制委員会は合議制で、原子力に造形の深い先生方が十分な議論を踏まえて判断されることになっていることはもちろん存じております。しかし、委員の先生方にもそれぞれご専門があると思いますし、極めて専門的な分野の判断を行う場合に、委員会の場に用意された資料や評価などを最大漏れなく評価することはなかなか難しいのではないかと思います。そのために事務局にて用意された調査、資料などの内容にその判断が大きく左右される可能性もあります。このようなことから有識者会議の役割は極めて重要であります。ところが、この重要な判断を行う有識者会議の位置づけがはっきりいたしません。メンバーの先生方の選考、会議の運営方法も明確ではありません。そもそも具体的な法律の位置づけがないように思われます。そこでお伺いをいたします。有識者会議の位置づけが不明確であることから、公正性、公平性、そして透明性の観点に照らして調査結果評価等に疑義が生ずる恐れはないのかどうかお答えをお願いします。原子力規制庁、桜田原子力規制部長。ただいま原子力発電所の敷地内の破砕帯調査の有識者会合についてお尋ねございました。この会合は今先生からもご指摘ございましたように、破砕帯の問題は最終的には原子力規制委員会が判断を行うわけでございますが、その判断を行うにあたって参考として、活断層の調査等に関する、専門的な知見を有する外部の有識者からご意見を伺うと、このようなために設けたものでございます。この設置にあたりましては、そのメンバーや役割についてあらかじめ原子力規制委員会で議論をしていただいて了承していただいているところでございます。その有識者の選定でございますが、予断を持たずに科学的技術的知見に基づく客観的な評価を行っていただくということが必要ですので、過去の審査に携わっていなかった有識者にお願いをしてございます。その際、日本地質学会などの関係の4つの学会から推薦を受けておりまして、その受けた方から選定をしているということで、幅広い専門家が確保できているのではないかというふうに考えてございます。それから議事運営の公平性、公正性、透明性のお尋ねもございました。議事運営にあたりましては、有識者の間で議論をするということは基本でございますが、事業者やその調査に協力していただいている専門家からの意見聴取も行うというような形で、科学的な観点からの議論を深めるということに努めてございます。
また透明性の観点でございますけれども、会合はすべて公開で行っておりますし、また事業者との事前の打ち合わせの概要の公表でありますとか、資料の公表とか、そういった透明性の確保にも努めているところでございます。今後とも公平性、公正性、透明性の確保等に留意して進めてまいりたいと考えてございます。樋口直也君。はい、田中委員長は参議院で、破砕帯の評価、活断層か否かの判断基準は、一概に定量的で、に定量的に明確な、基準を設けるということは大変難しい。事業者が実施した調査の内容の妥当性を科学的、技術的に、もう一言言えば総合的に評価するものだとご答弁をされています。このような判断基準が明確に設定できないのであれば、なおさらのこと有識者会議は公正公平かつ透明性のある組織、そして法律的な位置づけのある組織とするべきであります。原子力規制委員会はその設置法13条に基づき原子炉安全専門審査会が置かれ、さらに同審査会には専門委員も置くことができることになっています。有識者会議をこうした組織に衣替えをして透明性の高い公平公正な組織にする必要があると思います。なぜ有識者会議を従来の曖昧な位置づけのままにしているのか、この際法律的な位置づけのある組織にするべきだと考えますが、いかがでしょうか。田中委員長。先ほど坂田の方からもお答え申し上げましたように、敷地内の破砕帯調査の有識者会合については原子力委員会が原子力規制委員会が判断を行うにあたって、その参考として活断層の調査等に関する専門的知見を有する外部の有識者からのご意見を伺うために設けたものでございます。その設置にあたってはメンバーあるいは役割についてあらかじめ原子力規制委員会で十分議論し了承しております。で、これらの会合はすでに議論が進んでいるため、検討の途中で会合の位置づけを変える必然性は今はないと考えています。で、有識者会合での評価を参考としつつ、規制当局としての判断については原子力規制委員会が科学的技術的に厳格に行ってまいると主存でおります。炉安審とか燃安審というのはかっての規制の一つの仕組みでありました。で、そこに任せたことによってこういった福島の事故のような複数になりましたので、そういったことのないように我々はその基本的には先ほど申し上げましたように独立性を担保するということで、最終的には私どもが責任を持って判断するということにしております。もちろんその上で判断するにあたってはさまざまな分野のいろんなテーマがございますので、その都度有識者、適切な有識者のご意見を伺うという仕組みを今維持していこうというふうに考えているところでございます。委員長。樋口直也君。今必要ないということですけれども、国民の皆様から見て分かりやすいということはすごく大事なことだと思いますので、ぜひ法的位置づけをですね、明確にしていただけるよう求めたいというふうに思います。最後に、防災計画について一問だけ聞きます。東日本大震災では、平常時からの備えとして収集されていた、高齢者や障害者の災害時要支援者に関する情報が、個人情報保護制度の関係で十分に活用されなかったという現実もあるわけであります。そこで昨年災害対策基本法改正をして、第三者の支援が欠かせない住民の名簿作りを市町村に義務付け、現在全国の自治体が、この作成作業に取り組んでいます。災害時に消防や警察、民生委員の皆様が支援に当たることになりますが、その実効性を高めるためには事前に個人情報を提供していく必要があります。そこで各自治体は要介護認定者や介護認定や障害認定を受けている方に平時から避難支援などに当たる関係者に個人情報である名簿を提供していいかどうかという同意のための確認作業を行っている、郵送で行っているところもあります。一部には作業が大変難航しているという自治体があると聞きます。時間の関係で1点だけ提案をさせてください。新規に要介護や、
障害の認定を申請された方には、その時点で職員が丁寧に説明をし、その場で同意のお願いをしてはどうかというふうに思うわけであります。自治体の職員が的確に対応ができるように、情報提供、仕組み作りをしっかり行うべきだと考えますが、内閣府の見解を伺います。内閣府、氷谷大臣官房審議官。お答えいたします。この災害対策基本法に基づき作成されました避難行動要支援、支援者名簿を第三者に提供する場合の同意を確認する方法につきましては、市町村が地域の実情等を踏まえて決めているところでございますが、内閣府といたしましても、その取り組みの参考となるよう、昨年8月に避難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指針を策定するとともに、取り組みの参考となる事例集をまとめまして、その周知徹底を行ってまいりました。委員のご指摘も踏まえ、この要支援者名簿の作成や活用がさらに進むよう、地方公共団体の担当者との会議の場等も活用しながら、市町村への情報提供をしっかりと行ってまいります。以上、樋口直哉君。防災減災に全力で取り組むことを誓いをして質問を終わります。ありがとうございました。次に菅直人君。委員長。菅君。まず冒頭、吉野委員長をはじめ各党の理事の皆さんに、お願いというか提案があります。今お手元に資料をお配りしておりますが、本委員会は国会事故調が終了するときに7つの提言をされまして、その提言1に、国会にこういった委員会を作ってほしいということがあり、それを受けて、設置されたものと考えております。またこの提言の7番目にはさらにですね、その中に民間人を中心とした専門家の会議を作ってほしいということが提言をされております。そして平成25年1月24日の議運の理事会において、この特別委員会においてですね、参考目に有識者専門家の知見を求めるため諮問機関（アドバイザリーボードを設けると、これが決定されたのが、合意されたのがもう1年9ヶ月前であります。しかし残念ながらこれまでこの委員会にそういったものが設けられたということは残念ながらお聞きをいたしておりません。どうかこうしたことについて、ぜひこの合意に基づいたですね、アドバイザリーボードを設けられるように進めていただきたいと委員長にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。理事会で議論をしていきたいと思います。と言いますのはですね、今日の田中委員長の冒頭の話にもありましたように、この国会事故調が終了した後にまだまだいろんな未解明な部分について新たな知見が見出されております。私も当時ですね、例えば1号機がメルトダウンを始めたのはどの時点だったかと、当時はまだ当日の夜まで水があると言われてたんですが、最近の検証では実は水位計が壊れていて、当日の6時40分か50分ごろ夕方のですね、つまり地震からわずか4時間後にすでに水が燃料棒のトップまで下がってメルトダウンが始まったと、そして翌日の12日の早い段階でメルトスルーしてただろうと、そういうことが言われているわけです。そういったこともですね、きちんと検証するためには国会議員だけのこの委員会では話を聞くことができてもなかなか細かい検証は難しいですから、ここで言われるまさに合意をされたアドバイザリーボードをですね、設けていただきたい。委員会での理事会でのご検討いただけるということですので、よろしくお願いを申し上げます。そこで、少し本題の方に入ってまいります。現在、仙台原発の再稼働についていろいろと規制委員会を中心に議論がされております。報道ではですね、何かもう決定されたかのように、あるいは合格したというような報道がなされているわけですが、どうも事実関係とは違う報道ではないかと思っております。
そこで、皆さんのお手元にですね、これは規制委員会自身が出されている、この審査の進め方について、の資料でありますが、現在仙台原発についてはですね、確か9月の10日に、この一番、まあ、上の欄で言えば一番左、下の欄で言えば一番上のですね、設置変更許可、この許可がなされたのがこの9月の10日であって、そのこれに引き続いてですね、工事計画認可、さらには保安規定認可、さらには起動前検査、さらには起動後検査、まあ、これらが全部ですね、まあ合格というか承認された後に最終的な決定になると。ですからまだこの中日で言えば一番最初の設置変更許可が出された段階で、その後のことはまだこれからだと今検討実施それを審査を進められているとこういうふうに理解私はしているんですが、委員長そういう理解で間違いないでしょうか。田中委員長。ご指摘の通り間違いありません。委員長。菅直人君。お聞きしますと、この二つ目の工事計画認可というのはですね、数万ページに及ぶ文章だということを聞いておりまして、まあ、そういったことあるいはその後のいろんなことを考えるとですね、まだ相当の審査に時間がかかるのではないかと思いますが、見通しについてお伺いします。委員長に。田中委員長。ご指摘のようにまさに1号機2号機それぞれ1万ページを超えるような工事認可書類でございます。ですから審査には今職員が努力しておるわけですけれども相当期間はかかります。かかると思いますが今いつの時点でそれが終わるかどうかということについてはまだ明確にお答えするのは難しい段階でございます。菅直人君。まあ、そうしたですね、まあ、これは報道の責任を委員長に申し上げるのは筋違いかとは思いますが、少なくとも私が目にするいろんな報道ではですね、あたかももう審査終わりましたと、規制委員会の方ですよについてはもう合格したんですという報道がなされてますので、まあ、少なくとも規制委員会として、そういう報道を面されたときにはですね、それが正確でないとすれば規制委員会からも、それは正確ではありませんということをですねきちんと言っていただきたいと、そのことをお願いを申し上げております。そこでですね、まあ、今日は実は九州電力の社長に参考人としておいでいただきたいとお願いしたんですが、まあ、それが叶わなかった中で、まあ、だからというわけではありませんが、まあ、東京電力はもちろん事故を起こしただけではなくて、原子力事業者としての立場があります。まあ、そこで、この原子力事業者たる電力会社というものがどういう責任と権限を法律上課せられているのかということについて少しお聞きをしたいと思います。まあ、現在ですね、老規制法と原子力災害特別措置法に、原発再稼働に関係する規定が、いくつかあります。でまず老規制法では原子力規制委員会の審査に合格した後でなくては原発を使用してはならない、つまりは規制委員会に合格をすることが一つの条件になっております。それと他方原子力災害対策特別措置法では原子力規制委員会が原子力災害対策指針を定めるとして、その指針に従って地元自治体が地域住民の安全な避難とか、帰還ができる地域防災計画を作ることになっております。そこでまずあえてですね、原子力事業者である東電、まあ、今日は常務においでをいただいておりますが、電力会社はですね、この原子力災害対策指針に基づく防災計画、避難とかそういうものが含んだ防災計画についてですね、どのような責任を負っているのか、法律的にどのような責任を負っていると理解されていますか。
挙手をしてください。東京電力姉川常務執行役。ご回答いたします。電力会社は減災法におきまして、自治体の方が定めます地域防災計画、ここの中に原子力事業者が何をすべきかということが定められております。それと調整する、協調する、整合する形で、我々自身が原子力防災として定めております事業者の原子力防災業務計画、その中に、緊急時のモニタリング、汚染の有無の住民の方の汚染の有無の測定、そういったことに協力することが明記されております。そういったことを円滑に定めに従って実行していくことが我々の責務だと考えているところでございます。委員長、菅直人君。今ですね、協力といった言葉を使われました。ということは、事業者は自らの、いわば工場といいましょうか、施設である原発が事故を起こしたときに、周辺住民が安全に逃げられるか、あるいは安全に帰ってこれるかということについて、最終的な責任を負っているわけではないと。つまり協力はすると。最終的な責任は事業者は負っていない。そういう理解でいいんですか？法律的にですよ。気持ちを聞いたんじゃないですか。法律的にです。姉川常務執行役。お答えいたします。法律的にの理解でございますが、当社のような原子力事業者は、自分たちの防災業務計画を作るということが、責務というふうになっています。義務でございます。それを県および立地子孫、我々では子孫なんですが、そちらの方が定める地域防災計画と整合させるという義務がございます。そのように我々は理解しております。菅直人君。正確にですね、私聞いてるつもりなんです。ですから皆さん方が防災計画を作るとか、あるいはそれが地域防災計画との整合性を取るとか、そういうことは当然でしょう。その上でですね、地域住民ですよ、サイトの中の職員のことは当然、電力事業所やられるでしょう。サイトの外の地域住民の皆さんが安全に避難をし、あるいは安全に帰還できるかということについて、最終的な責任を負っておられるのか、それとも最終的な責任はなくて、協力をするという責任だけで、最終的な責任は負っていないのか、どちらなのかをはっきりお答えください。法律的にですね。姉川常務執行役。ご回答いたします。防災業務計画におきましては先ほどお答えした通りでございますが、原子力の事故が発生した場合においては、これの事故の収束、それから周辺の拡大防止という観点においては、防災、原子力、減災法においておきまして、その事業者の役割として明記されていると私は認識しておりまして、その点で、我々の義務が発生していると、責任が発生していると認識しております。菅直人君。ちゃんと質問してるんで、ちゃんと答えてください。今言われたのは、事故が起きた時の収束とかですね、拡大防止、それは収束のためにですね、福島の場合は水を入れるとか、弁当するとか、それは事業者の責任だということはよくわかります。いろいろ努力されました。あるいは、その拡大防止のために、新規制基準ではですね、いろんなもの、放射性物質が外へ流れるのを、水をかけてなんとか少しでも抑制しようとかということも、あるというのは聞いております。私が聞いているのはそうではなくて、周辺に住んでいる皆さん、それは間接的にもちろん放射能が出ることを防げば、その人たちに対する悪い影響も少なくなることは確かですが、周辺に住んでおられる皆さんの安全な避難がちゃんと確保できるかどうか、そういうことの責任、あるいは安全に、そう遠くない時期に帰ってくることができるかどうか、
その責任をきちんと事業者が負っておられるのか、いやいや、そこまでは負ってませんというのか、そのことをはっきり法律に基づいての認識をお聞きしたりしているんです。姉川常務執行役。お答えが的確でなくて申し訳ありませんでした。非難については、我々の認識、法律の理解は、地方自治体の方が責務を負っていると思っております。まあ、先ほどから申し上げたのはそれに対して我々が最大限の貢献をする、協力をするという観点でお答えしてしまいました。菅直人君。もう一度確認します。今は自治体がと言われましたが、少なくとも原子力事業者である電力会社が最終的な責任を負っているわけではないと、負っていない、そういう意味ですね、今自治体がと言われたのは。姉川はっきり答えてください。常務執行役。ご回答いたします。ご質問の範囲が住民の方の避難、そしてその後の帰還の的確に行う責任義務ということでしたので、それについては自治体さんが法律上も責務を負うというふうになっているというのが私の理解でございます。事業者としてはないということですね。まあ、事業者の一義的な責任ではないと思っております。菅直人君。いや、まさにそうなんですよ。事業者の一義的責任ではないんです。そこでお聞きします。労基制法でですね、規制委員会のこのいろんな手続きに審査に合格した後でなくては原発を使用してはならないという規定は、これは委員長にお聞きした方がいいんでしょうかね。合格すれば電力会社は独自の判断で再稼働できるという意味なのか、それとも今の話のようにいくつかの条件、まあ、少なくとも2つですね、いわゆる新規制基準に基づく判断はよく委員長が言われるように規制委員会がやるけれども、もう一つ避難の問題とかについてはですね、もう一つのそうした条件ですから、ここの労基制法でいうのはあくまで必要条件、いくつかの条件の中の必要条件として、合格すれば、合格しなければですね、合格した後でなくては原発を使用してはならないと書かれているのか、いやもう合格したらあとは、事業者の判断で、やってもいいという理解なのか、委員長の見解を伺います。田中委員長。まず我々が俗に言う審査、適応性審査というのはよく真相防護が5つ5段階あると、で5つ目がいわゆる住民の防災避難計画でございます。でその4段階までは私どもがやります。それで5段階のいわゆる住民の避難防災、防災避難計画については、これは国の定めでは県あるいは当該地方自治体が行うことになっております。でそういったものがきちっとできて上でないと、現実的にはその稼働という段階には入らないというふうに認識しております。これは私も再三申し上げておりますけれども、私どもは再稼働については申し上げる立場にはないということで、結局事業者だけではなくて、そこの地域の住民の方々を中心としたそういった関係者のご理解が、ご同意が得られなければ稼働はできないだろうと、できないはずであるというふうに思っているところで、そういうふうに、お答えしているところでございます。菅直人君。もう一度重ねてお聞きします。自主的にとかという表現はですね、やや曖昧です。法律に基づいてどう判断するかです。ですから今の委員長の発言は4層まで4段階目までは規制委員会が見ると、しかしそういう避難とかなんとかについては自分たちは判断しないと、しかしその部分についてもきちんと何らかのですね、これで大丈夫だという決定がなければ再稼働はできないというのが全体の体系だと、5層目についても何らかの決定がなければこれで大丈夫とか、これで OK だと提供しているとか、それがなければ稼働できない、これが全体の法体系だと、そういう理解ですか。
田中委員長。住民の防災避難計画についてのまあ、法の定めっていうんですか、それは地方自治体が責任を持って策定するということになってますので、そのことが法の定めであろうかと思います。委員長、いやですから聞いてるんです。ですからその部分が法の定めということは、そこがきちんとなっているという何らかの決定とか手続きがなされない限りは、この労基制法の方はあくまで必要条件の一つであって十分条件ではないと、そういう理解、全体の 法の理解はそれでいいわけですね。田中委員長。その通りだと思います。菅直人君。ということはですね、その部分は一体誰がですね決めるんでしょうか。先ほど東電の常務は自治体と言われましたけれども、自治体が決めるということは、自治体がある意味では承認もできるけれども拒否権も持つということになります。そういう拒否権を自治体が持っている、あるいは決めることができるという法律を私は知りませんが、どなたか知っている人いますか。経産省でもどこでもいいですよ。答えられないことないでしょ。答えられないの。答えられないってどういうこと。時間止めてもらうと。そう、副大臣、今の質問、山際経産副大臣。今のご質問に対しての直接なお答えにはならないかもしれませんけど、直接答えさせてください。参考人ですか。はい、時間止まり。いえ、政府参考人の要求が今日はございません。経産省は来てます。でも政府参考人として、理事会で承認しておりませんので、ここにおられる方々だけです。避難指揮防災計画については、これは地方自治体が、定めなければいけないというふうに義務付けられておりますので、定めなくてもいいというようなことはないんだと思います。ですから地方自治体が作るということでございます。菅直人君。いや、全く答えになってません。私は地方自治体が作ることを否定しているわけじゃありません。地方自治体が作ることになっているんです。そのなっている自治体が最終的にこれで大丈夫と判断するのか、いや、これでダメと判断するのか、そこに判断をの権限を与えているんですかと聞いているんです。答えられますか。山際経産副大臣。法令上のという話でございますので、その地方自治体が作ったこの地域防災計画、それが、どのようなものであるかということを、法令上審査をするということにはなっておりません。菅直人君。まさにその通りで、審査をすることになってないということは、それを最終的に決める手続きがないということじゃないですか。現実に仙台原発の周辺ではですね、30キロ圏の自治体の中でも、確かに議会で薩摩仙台市の方に再稼働に賛成する決議も出されています。しかし他の一木串木の市とか姶良市のように、場合によったら廃炉まで求めている決議も出ているんです。これは同じ30キロ圏の自治体です。そうすると今のお話ですと、自治体がそのダメだと言ったときに、それを、いや、自治体がたとえ言おうとも、それで やれるんだと言える法律はないということですよね。そうすると、ちょうど東電の常務には気の毒ですが、もう一つだけお聞きします。最後に事実行動として再稼働するかどうか、まあ簡単に言うと制御棒を抜いて、反応を始めるかどうかっていう、まあそれがスイッチなのかレバーなのかしませんが、それは事業者がやることになります。そのときに、今のような、問題が曖昧なままでやることができるんですか。それとも何か政府からの明確な手続きに基づく命令とか指示とかがなければやれないということなんですか。どうですか。姶川常務執行役。ご回答いたします。
法律についての理解は先ほどお答えしましたけれど、我々事業者がもう制御棒を抜いて、稼働するという準備のためにはですね、地域防災計画が定まっていることが必要ですし、我々の事業者防災業務計画はそれに整合するものでなければなりませんし、これを定めるにあたってはガイドラインが規制委員会からも定めておりますので、それに従ったものになっている必要があります。したがってそれに即した防災計画が地域と我々でできていれば、できていればという条件ですが、防災についての一定のその対応ができているのではないかと私は理解しております。委員長、菅直人君。そうすると例えば30キロ圏のある自治体がですね、それは困ると、とても安全に逃げられる条件がないと、だからそれは困るといえば稼働できないという理解ですね、今の話は。姉川常務執行役。現在法律で定めている地域防災業務計画の義務があるのは、立地している県と立地されている地方自治体と理解しておりまして、その3社の地域防災計画が定まっていることが条件だと私は理解しております。菅直人君。その理解はちょっとおかしいんじゃないですか。つまり原子力災害対策指針を出されているのは原子力規制委員会ですよ。でそこでおおむね30キロという EPZ を指示して、そういう自治体にも地域防災計画を作るようにという指示が出てるんですよ。指示が出てるのは立地市と立地県だけじゃありませんよ。今の判断があるじゃないですか。もともとの根っこが間違ってるんじゃないですか。姉川常務執行役。失礼いたしました。私の回答を訂正いたします。地域防災業務計画は30キロ圏のもとでございます。ということは先ほどのことと重ねて言うと、その30キロ圏の自治体がこれでいいと言わないとスイッチは押せない、そういう理解でいいんですね。姉川常務執行役。まず、はい、地域防災計画が定まっていない、すなわち、ご理解いただいていないということであれば、まあ、我々事業者としては条件が十分でないと、再稼働の条件が十分でないというふうに認識しております。菅直人君。いや大変ですね、重要な返答を事業者からいただきました。つまりなぜこういうことをずっと言うかというとですね、一部にですね、規制委員長もよくお分かりでしょうけれども、規制委員会が合格を出したら、あとは電気事業者が、いや原子力事業者が自由に、あとはもうそれに任せられたんだというような言い方を時々する役所の説明が時々あるんですね。それ本当に言えるのって言ったら、いやそれはちょっと国会では言えませんと言って大体撤回しますが、ですから私は逆にそういうふうに最後の最後ですね、その電力事業者が、原子力事業者が判断したんだというふうになるのではないかと心配したわけですが、少なくとも今の東電常務の認識、原子力事業者の認識はですね、そういった30キロ圏の自治体がきちんと了解したということがない限りはやるべきでない、やらないということを言われたので、これは大変大きな一つのこの問題でのなんて言いましょうか、大きな発言としてですね、受け止めておきたいと思います。以上で終わります。次に椎名剛君。椎名剛君。椎名剛でございます。本日28分間といって若干中途半端な時間ですけれども、質疑時間いただきましたことを感謝申し上げたいと思います。冒頭ですね、質疑に入ります前に自民党の鈴木先生、それから民主党の菅先生からそれぞれ国会事故調についてご指摘いただきましたので、ちょっとそれについて言及をさせていただきます。まず鈴木先生からご指摘いただいたですね、東京電力福島原子力発電所事故の分析中間報告書案というものに対してという話なんですけれども、
これに対してですね、規制庁の方から、まあ、私、黒川さんとこの間お会いしましてですね、規制庁の方から、黒川さんに対してですね、国会事故、元国会事故調委員がコメントを求められているということだ、で、コメントを求めたということがあるそうですけれども、で、じゃあどう、それは法的性格はどういう性格なのかと言われると、それは、まあ、私的文書ですと。いう扱いだったそうです。で、それに対する理屈の説明としては、一応国会事故調はすでに解散しておって、法的組織ではないということを、だということで、まあ、指摘文書としてお願いをすると。で、それに対して黒川さんからですね、まあ、説明を求め、まあ、たかだか1ヶ月ぐらいで、その、まあ、報告書に対する回答を、検証して出すことはできないというようなことをすると、まあ、いろいろ、ルール手続きがあって、結局、国会事故調の方々、元国会事故調のメンバーの方々から意見を聞かずに、この今回の報告書案が、まあ、公表されているという事態が、で起きているという話は私も聞いております。で、国会事故調という組織はですね、組織というか、まあ、組織はですね、出した報告書の中身に実は意味があるわけではなくて、出した報告書ではなくて国会事故調という組織そのものに実は意味があるんですね。これは何なのかっていうと、民主主義的な意味なんです。それは何かというと、まあ、日本は議員内閣制なので、特に自民党の皆様方、公明党の皆様方が与党として、で、政権に入られているので、なんとなくですね、国会と、立法府と行政府は、まあ、分離してないように見えるわけですけれども、一応役割は別なんですね。で、立法府は、行政府に対する、まあ、監視監督と、それから法律という形で枠組みを設定することが立法府の枠組みなわけですね。で、立法府に対する監視監督をまあ、行政府に対する監視監督をするというのが、まあ、それはすなわち国政調査権、なわけです。で、今まさに我々がここで質疑をしているのも国政調査権の発露なわけですね。で、そういう立法府の役割をより充実させるという意味において、国会事故調という組織を、立法府の下に、諮問機関として設けたということそのものにすごい意味があるわけですね。で、今までこの議員内閣制という制度の中で、さらには55年体制が続いている中でですね、政権交代がない中で、この立法立法府と行政府が事実上一致してきたわけですね。で、そういう中で立法府によるその行政府に対する監視監督というのが国会の中、外ですね、要は自民党の中でですね、行われてきたわけですけれども、そういう構図とは違う構図を作ることに、まあ、意味があったわけです。で、定期的に政権交代がもしかしたら起きるだろうという事態の中で立法府の機能を改めて新しく提示をすることに国会事故調の意義があったわけですね。で、そうだとすると、この、要はですね、元国会事故調の委員というのは確かに、もうすでに解散していて委員ではないので、まあ、要するに一市民なわけですね。何の意味もない一市民なんですけれども、一応国会の議長の名前でですね、委嘱状をいただいて、国会から、立法府の諮問機関として、この、委員会を設置したわけですね。そうだとすると、プロセスとしてはですね、やっぱり、これは民主主義の中で、この国会による行政府の監視という機能を持ってた機関であるということに対する尊重が必要だと思うんですね。で、だからその規制庁からこの東京電力福島原子力発電所事故の分析中間報告書案を国会事故庁の方々に対して、元国会事故庁の委員に対して見てもらうということであれば、国会を通した立法府を通したプロセスを通じてですね、移植をして、それでチェックをしてもらうという手続きが必要だと思うんですね。で、さらには、一応ですね、これ科学的な報告書かと言われるとそうでは確かにないんですけれども、一応ですね、アメリカのその科学アカデミーがですね、同じように福島の原子力発電所の事故についてですね、レポートを出してるわけですけれども、それもですね、科学的な、まあ、委員長科学者ですから、よくお分かりだと思いますけど、論文書くときに科学的な、その論文をですね、一流の、その雑誌に出すときにですね、ピアレビュー減るわけですよね。当然だと思います。で、これと同じ手続きをですね、やっぱり減るということが必要であって、で、やっぱりですね、その透明性公開性に対してそれなりにですね、疑義が生じかねないという、先ほど鈴木先生からご指摘いただいた話というのは、それなりにやっぱり意味のあることだと思って、規制庁の方はちょっとぜひちょっと頭に置いてほしいんですね。で、もし仮に国会事故調の方々、元国会事故調の委員の方々からですね、意見を聴取するのであれば、やっぱり立法府を通じてやるというのが正しいプロセスなんじゃないかなと私は思います。
で、それがやっぱり立法府と行政府の役割分担という意味そのものであり、それが国会事故庁を設置したという意義なんだろうというふうに思っております。で、先ほど、まあ、菅委員から国会事故庁が提示した提言の話がありましたけれども、それも全くその通りで、特にこの委員会にですね、諮問機関を常設の、その一般人というか、まあ、科学者からなるですね、諮問機関を作るという提言そのものは何かというと、まあ、我々所詮やっぱり原子力に対する素人ですが、この委員会は原子力規制のあり方と原子力規制のプロセスそのものについて、国会が国政調査権を行使する役割を持った委員会であるということなので、で、我々は所詮素人ですから、原子力のテクニカルなことはわからないので、それに対して参考になる組織を作るべきであるという問題意識から、諮問機関を作ってほしいという提言を出したんです。で、それはやっぱり、その議運のですね、申し合わせにもあった通りですけれども、これはぜひとも真摯に、受け取ってほしいというのが、私、国会事故庁の元、まあ、事務方ですけれども、事実上、この、先ほど菅委員が出したですね、この提言書とかもですね、事実上この下書きとかをしている、そういうメンバーだった人間からの、私からのお願いをさせていただきたいというふうに思います。で、さて、本題に入ります。ですね、仙台原発の再稼働に関して、菅委員からですね、いわゆる、まあ、私がですね、従前から指摘をしてきた、その、いわゆる政治的無責任の構図というものを、まあ、今の質疑で炙り出していただいたので、そこから入ろうかとは、と、やっぱり一瞬思ったんですけど、一応やっぱり質疑通告通りに行きます。で、まあ、IAEA の誤送の防護というのが、まあ、ございまして、まあ、事故発生の防止に関する 1層目から3層目と、それから、まあ、シビアアクシデント対策、それから事故影響の緩和という4層目から5層目ということで、従前事故前からですね、特に事故前は、まあ、3層目までの3層目までしか、まあ、定められていなかったということで、今回のですね、新規制基準で4層目についても一応対応するという形に、まあ、なっていることについては非常にそれは評価できることですけれども、5層目の放射性物質の放出によるですね、放出を想定して放射線の影響を周辺住民に対する影響緩和というところについては、まあ、非常に重要であるにもかかわらずですね、これは、まあ、法律の名当て人が違うとか、いろいろな理屈に基づいて、まあ、路頭規制法とそれからその施行規則の中には基本的には定められていないということなんですね。で、でしかし一応この、まあ、5層目についてはその原子力防災訓練とそれから避難計画の整備、この2つが基本的には非常に重要だと思っています。で、何が言いたいかというと原子力防災訓練について伺います。ですね、このさっきのですね、週末、11月の2日3日、石川県の志賀原発で原子力総合防災訓練というのが行われております。で、私もですね、志賀原発行きまして、この、そのテレビ会議の様子等を含めてですけれども、見てまいりました。田中委員長は官邸から、ということでご参加をされていて、で、現地対策本部長という形で、まあ、小里、副大臣が、まあ、参加をされていらっしゃいました。で、まあ、できればやっぱり参加をされた小里副大臣に来ていただきたかったんですけれども、やっぱり環境委員会が参議院でやられているということで、今日はですね、福山政務官にいらっしゃっていただいております。本当にありがとうございます。お忙しい中。で、まあ、やっぱり防災訓練って非常に重要だと思うんですね。で、今回、参加をした中でですね、やっぱり一点疑問があったのがですね、今回の防災訓練の想定というのが、これは本当に、最も過酷な事故を想定して、それでですね、避難をするということを、リアリティを持って想定したものなのかというのは、やっぱりすごい疑問があったわけです。で、その点についてですね、福山政務官にお答えいただければと思います。福山内閣府大臣政務官。市内の方からご質問いただきました。私も2日当日に総理官邸の方に入っておりまして、副担当として、いろいろ朝9時半からそして2時までやっておりました。まあ、小里大臣が行かれた石川の方に行かれたということで本当にいろいろお世話になりました。ありがとうございます。ただいま の質問でございますけれども、今回の訓練の想定が最も
過酷な事態であるかどうかは一概には言えないですけれども、初日は短時間で志賀原発から半径5キロメートルの PAZ 圏の住民が避難する全面緊急事態に至るという厳しい想定で訓練を実施をいたしました。また、おおむね5キロメートルから30キロメートルの UPZ 圏内においては、初日の屋内退避訓練とともに、2日目は放出された放射性物質が広範囲に沈着し、約4万4000人の一時移転が必要になるという状況での訓練を実施をいたしました。さらに、オンサイトでの訓練については、外部電源の喪失、原子炉へのすべての注水機能の喪失など、準備している対策が次々と失敗し、全面緊急事態に至るとの想定で訓練を実施をいたしました。このように各段階で厳しい想定を行った上で、できるだけ実践的な訓練を実施するよう工夫をした次第でございます。椎名君。ありがとうございます。この志賀原発っていうのはですね、炉の形式でいうと ABWR っていう、まあ、福島で使ってたやつと、まあ、似てるわけですね。それよりちょっと新しいという。要するに、沸騰水型の原子炉で。で、そうだとすると、要するに、福島の事故と同じような挙動が起きることが想定されていて、で、福島の事故をベースにしたシナリオを書きやすい、そういうものだったと思うんです。で、先ほど、まあ、事故当時に総理だった菅さんからですね、まあ、結局事故の当時に何があったかっていうと、その2時46分でしたっけ、地震がありまして、で、その夕方の6時ぐらいにはメルトダウンし始めていたというようなお話だったと思います。でも今回の想定はですね、ちょっと記憶で話をしてるんですけど、確か8時に地震があって、で、いろいろあってですね、避難を全部終えた後に、5時ぐらいに燃料棒のトップに水が到達して、夕方の6時ぐらいから損傷が始まるというような想定で、ちょっとやっぱりね、時間的にもう、やっぱり厳しい事態を想定、一番厳しい事態を想定してたわけではないなというのが、正直な私の、まあ見ていて感想だったんですね。で、やっぱりこの、本当に再稼働するのであれば、その、やっぱり最悪の事態を想定するというのが、やっぱりやるべきことの一つなんだと思うんですよね。で、まあ、特に今回の、まあ、避難訓練は非常にいい部分もたくさんあって、一般の市民の方々をたくさん巻き込んで、避難訓練をやっていたということで、まあ、一般市民の方々を巻き込む以上、結構その、なんか急なことをお願いするとなかなか難しいっていうのは確かにその通りなんですけれども、でもやっぱりですね、その大きな問題が起きることをリスクを考えたときに、それに対して備えておくということで、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要かなというふうに私自身は思った次第でございます。で、2点目ですね。今回ですね、まあ、雨が降ってたので、結構、まあ、現地は非常に大雨だったんですね。で、雨が降ったり止んだりで、で、船を通じての広報とかですね、防災行政無線を通じての広報とかっていうのが、実はあまり機能してなかったんじゃないかというふうに思っていたりします。で、やっぱり、災害というのは、その時を選ばないですし、福島の原発事故、まあ、地震以降原発事故までですね、雨が降ったり雪が降ったりと、で、いうような事態が結構あった中で、やっぱりその、住民への広報とかですね、広報とか避難訓練の、まあ、協力依頼とかですね、さらには、まあ、実際にオフサイトセンターから、まあ、オンサイト、それから官邸、そして各市町村、都道府県、こういったところまでテレビ会議でつないでたわけですけれども、まあ、現実、まあ、回線がつながらないとかでうまくいかなかったことも、まあ、いくつかあるということですね。で、さらにはですね、当初の想定では、地震によって道路が崩落をして、だから、避難ができない人がいるということで、海を通じて逃げるという話だったんですけれども、結局、その、荒天によってですね、まあ、船が出られないということで、まあ、やむなくですけれども、シナリオを割と都合のよく書き換えて、道路をすぐ補修したというシナリオに書き換えて、まあ、バスで避難したわけですね。で、まあ、そういうあたりがやっぱ複合災害の想定とかですね、シナリオの B プランとか C プランとかですね、二重三重に考えていくっていうところが、まあ、やっぱりなんか少し伺えなかったなというのは思いますけれども、やっぱり今後ですね、どうやって、避難訓練の実効性を高めていくかというところについて、改めて政務官のご所見いただければと思います。福山大臣政務官。
例えば椎名議員がおっしゃったような、特に石川の方、天候不良で、ちょっと大変厳しい状況の中の訓練になりまして、いろんな点でちょっと変更点がございました。そういう点で、先ほどおっしゃった通り、テレビ会議の接続不備、あるいは先ほど申しました天候不良による自衛隊ヘリを活用した、問題、そしてあるいは救急輸送訓練の中止、および、海上の保安庁船舶や漁船による海上避難訓練の中止、こういうものが、ございました。これらの明確な課題については、原因の究明や代替手段の検討を今後進めてまいりたいと思っております。また、石川県や富山県、関係市、町、関係省庁、関係機関に対してアンケート調査などを行い、訓練参加者の意見についても把握する予定にしております。これらを踏まえ、年内を目途に改善点を整理した上で、国や自治体の訓練、実施方法や防災計画、国の原子力災害対策マニュアルなどに反映することにより、実効性や対応力の向上を図ってまいりたいと思っております。よろしくお願いします。椎名君。はい、ありがとうございます。避難訓練を実効性を持たせるってのはすごい難しいんですけれども、やっぱりですね、シナリオを特定の人しか知らないで、その他諸々の人は、突発的にそれに対応するとかですね、いわゆるブラインド訓練というやつですけれども、そういったようなことをやりつつですね、やっぱりリアリティを追求していくというのは、ぜひお願いしたいところでございます。ちょっと時間もあんまないので、いくつか飛ばしていきますけれども、で、こういったですね、防災訓練の実施っていうのは、実はですね、アメリカの原子力発電所の中ではですね、いわゆるですね、安全基準に相当する NRC の定めている、いわゆる 10CFR っていう、この規制ですね。この NRC の 10CFR の中には、2年ごとの定期的な、訓練とかですね、その実際に、それのモニタリングとかですね、いろんな、要するに危機管理担当の部署、政府のですね、危機管理担当の部署と、それから事業者がですね、いろいろやり取りをしながら、評価をすると。でそれを結構定期的にやるということが、もう、要するに原子力規制の中、原子力事業者に対する規制の中に、そのものに書き込まれているわけですね。で、原子力規制そのものを所管している規制庁の規制委員会の委員長にですね、ぜひ伺いたいんですけれども、やっぱりですね、再稼働を実際仮にするとすると、やっぱりこういうですね、よその国でやってるプラクティスとして、要するに、事業者の中での防災訓練とか、それに対する政府のレビューとかですね、それを定期的にやるとか、で、何年かに一回は大きな防災訓練やるとかですね、そういう、ことを規制の中に盛り込むということ、で、それで事業者を、きちんと縛っていくということ、こういったことの積み重ねが、その事業者の安全文化を作っていくんじゃないかと思うんですけれども、ちょっと、委員長のご所見いただきたいなと思います。田中原子力規制委員会委員長。再稼働という観点で私から何か申し上げることはないんですけれども、ちょっと繰り返しになりますけど、この防災基本計画とか原子力災害対策、指針を踏まえて地域の実情に応じた地域防災計画を策定するというのが地方自治体の役割であります。で、実は先ほどの議論にもありましたけど、その例えば今回 の地域防災計画については原子力災害対策会議総理が主催します。そこに報告をいただいて適正であるというような判断もさせていただいておりますし、多分その事業者が再稼働するときには経済産業省の許可を得なければ再稼働には至らないと、我々だけではなくてそういうふうになるんだろうと思います。で、そのいろんなご意見があると思います。その地域防災計画そのものの実効性についてまで評価して、それを条件とすべきかどうかというところ、これは我々国がやるのが本当に適切かどうかということについて少し議論がありまして、やっぱり地域の実情をよくご存知の地域自治体が責任を持ってやる方が
適切なその避難防災計画ができるんではないかという今我が国の判断でございますので、そういうことでやらせていただいておりますし、訓練についても大体年に1回はほぼやることになっておりますので、そういった訓練を通して改善すべきところは改善していかなきゃいけないというふうに思っております。椎名君、はい、ありがとうございます。これ、まあ、防災計画の話もそうですし、まあ、その避難訓練の話もそうなんですけれども、まあ、そのつかさつかさみたいな話は、それは、まあ、ある一面その通りなんです。誰が一番適切かと言われると、まあ、自治体がやるのが、まあ、いいだろうと、地域の実情を知っていると、それはその通りなんです。ですが、やっぱりですね、その、これが今までその原子力の規制行政そのものを、の政治的無責任の構図を作り上げ、事実上ですね、その要するに例えば自治体に拒否権を与えないとかですね、まあ、周辺住民が何を言っても一応稼働できるようにとかですね、そういう、まあ、運用で、原子力発電所を今まで運用してきた構図そのものが法体系の中に現れてるわけですね。でも民主主義っていうのは、まあ、コストのかかるもので、時間的な、まあ、コストっていうのはここは時間的コストという意味なんですけれども、やっぱりそのですね、やっぱり適正な手続きを法的に定めていくというプロセスそのものが実は大事だと思っていて、その、まあ、防災訓練もそう、それから防災計画の整備もそう、それから、まあ、公聴会、それからその住民の同意のプロセスもそう、これ全部法的、まあ、とか住民の同意は法的根拠に基づいてないですよね。それから、まあ、防災訓練についても、先ほど菅、委員が、まあ、質疑をルールしてましたけれども、要は自治体の責任であって、それは自治体が整備をすればいいわけですね。で、それと、それが、要するに稼働の条件とはなってないわけですね。事実上稼働の条件にしてはいるけれども、最後の最後、要はですね、整備をしなくても、稼働できるような法的な立て付けにしてるんですね。で、これは、要はだからもしかしたら革新自治体とかがですね、あって、この変な人たちがですね、原子力の稼働を止めようと思ったときに、それ止められないような構図を作ってるわけです。でも、これはだからその今まで日本の民主主義をですね、うまく運営してきたその効率に基づく効率に基づく法的な構図なんですけど、でもこれからの時代はやっぱそうじゃないんです。やっぱり法律の明文、それから規則の明文にそれぞれ手続きを入れてって、で、それでも稼働する必要があるし、やらなきゃいけないということを明示していくことが、やっぱり民主的に原子力というそのエネルギーをコントロールしていくこのプロセスそのものなんじゃないかなと僕は思っていて、で先ほどだから申し上げたように、まあまあアメリカでね実例があるので、例えば天使 FR とかに実例がある以上をやっぱりその例えば防災訓練の実施とかをまあちゃんと規則の中に明文化するとか、避難訓練を避難訓練をその規制委員会と、それからまあアメリカとフィーマーですけど、NRC とフィーマーがまあチェックをすることが稼働の条件になっているとかですね、そういうその法的な条件付けというのをましていった行くというのが、これからの原子力規制のあるべき姿じゃないかなというふうに思うので、私は提言をしたいと思います。でもう時間もあまりないので、いくつかちょっと飛ばして、仙台原発の再稼働についてのまずその自治体の同意のプロセスの話について、で、経済産業省を参考にいらっしゃっていただいているので聞きたいと思いますけれども、まあ、今般ですね、薩摩川内市、それから鹿児島県がそれぞれですね、原子力発電所の、稼働を賛成する陳情に対して、採択をするということをしたわけですけれども、同意を得るプロセスというのは法的にはどこにも定められてないんですね。で、さらに言うと、どこの自治体から、その、同意を得るかとか、どういうプロセスなのかというのは、何にも書いてないんです。ただ、だからその総理はずっと、それから茂木大臣、前大臣もですね、予算委員会等々で、住民の同意が得ることが、条件であるとずっと言い続けてきたわけです。で、それで、しかし、事実上、だからその、諸々ルル、いろいろその地域の実情があるので、と言って、要するに、それを定めないできたわけです。で、これはですね、この、要はですね、この、
稼働の今後の原発の再稼働のプロセスそのものが、要はこれがリーディングケースになって同じプロセスになるのか、それとも先ほど来指摘されて30キロ圏内いわゆる UPZ の中まで全部同意を取るという手続きが必要なのか、それをやるのか、でさらにはそれをやるとするとやっぱり法的手続きとして労働規制法なりなんなりの中に入れておくっていうことが必要なんじゃないかと思うんですけれども、今後どうされるおつもりなのかちょっと教えていただければと思います。資源エネルギー庁高橋次長。お答え申し上げます。先生ご指摘のように地元自治体の同意ということはこの法令上原発の再稼働の要件にはなってございません。ただ私ども原子力政策あるいは再稼働を進めるにあたりましては、地元の理解を得つつこれを進めていくということが大変重要だと考えてございます。その進め方につきましてはそれぞれの地域の事情が様々でございますので、国の方から一方的一律にですね、その進め方を決めるということではなくて、各地域の実情に応じて地域とよく相談しながら対応していくことが重要であると考えてございます。私どもとしては引き続き立地自治体など関係者とよくコミュニケーションを取りつつ適切に対応してまいりたいと考えております。椎名剛君。ちょっとごめんなさい、やっぱよくわかんないんですけど、結局じゃあどこの同意取るんですかっていうその話ですよね。立地庁とそれを含む県だけで、本当にいいんですかという多分そういう問いなんだと思います。で、いや例えばだから EPZ5 キロ圏内、それからUPZ30 キロ圏内、定めたら定めたでハレーションが起きるのは間違いありません。で、だからといって定めないで運用でやるというのはいささかやり方がやり方が姑息なんじゃないかなとやっぱり思うんですね。で、だからそれがその役所のもしかしたら役所の通達でもいいのかもしれませんけれども、こういう方針でやると明言、してどこの自治体から同意を取るとか、でじゃあ逆に言うとどこから外は取らないとかですね、そういうのを明言、する気はないんですか。高橋次長。お答え申し上げます。自治体の同意自体は私ども法令上の要件ではなってございませんので、ただ政策を進めるにあたっては理解を得つつ進めていくことが必要でございますので、各地域の実情に応じて進めてまいりたいと考えております。椎名剛君。時間が来たので終わりますけど、これをだから政治的無責任の構図と私は呼んでいるわけですね。ぜひですね、ちょっといろいろ議論したいと思いますが、どうぞ引き続きよろしくお願い申し上げます。次に今村博文君。次世代の党の今村でございます。それでは、早速、質問いたします。平成26年4月に、エネルギー基本計画というものが閣議決定されておりますけれども、この中では、原子力を、重要なベースロード電源というふうに位置づけておられますけれども、この中にも、原子力規制委員会により、世界で最も、厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合にはその判断を尊重し、原子力発電所の再稼働を進めるというふうになっておりますけれども、それでこの新安全基準をクリアできる原発というのはどれだけ必要なのか、何基必要なのか、何キロワット必要なのかというところをもし想定されているものがあればお答えください。資源エネルギー庁多田電力ガス事業部長。お答え申し上げます。現在13原発20基につきまして電力事業者の方から原子力規制委員会の方に適合性審査が出されている状況でございます。独立した原子力規制委員会の方で審査が行われている状況でございますので、その見通しにつきまして私の方からコメントするのは差し控えさせていただければと考えております。今村博文君。当然そうでしょうね。僕が答えを求めているのはエネルギー安全保障上ですね、そのベースロード電源に寄与する原子力が、どれだけ必要なのかと、どれだけ必要だと思っておられるのかと、そこをお聞きしたいんです。多田部長。ただいまのご質問に関しましては政府として、エネルギーベストミックス、これを議論していく中で検討されていくものと考えております。
今村博文君。そうしますと、そのエネルギー基本計画という閣議決定されたものは、もうあくまでも基本中の基本ということで、詳細はこれから検討していくという理解でよろしいですか。多田部長。ご質問が原子力の件でございましたけれども、あのエネルギー基本計画、さまざまな内容を盛り込んでおります。で、私どもあの総合エネルギー調査会の方で、原子力は原子力小委員会、あるいは省エネはどうやっていくのか、それから再生可能エネルギーどうやっていくのか、あるいはまた資源燃料どうするのかと、こういったことをさまざまな場を作りまして、エネルギー基本計画の方向に従ってどのように政策を具体化していくのか、現在検討を重ねているところでございます。今村博文君。わかりました。まあ、エネルギーにおける安全保障というものは、これは国家でしか、成し得ないものですので、政府としても、今後きちんと、具体的な数字を落とし込むところまで、詰めていただきたいと思います。それで、まあ今原子力発電というものが、安全保障上どれだけ必要かという観点からお話申し上げてますけれども、世の中には、脱原発、卒原発、あるいはフェードアウトといったような、原子力発電をとりあえずなくしていこうというお考えと、また反対に稼働ありきだと、今経常国家の、経常収支も悪くなっているということにおいて、原子力発電はもう再稼働ありきなんだというような意見があります。で、私は先ほどからお聞きしているのは、国家にとって、エネルギー安全保障上原子力がどれだけ必要なのかと、で、再稼働できる、原子力発電所というそういったものがどれだけ見込めるかというところは、早急に、検討をつけて、で、これは規制委員会の方の判断ということもあるでしょうけれども、ある程度これぐらいは必要ですねという、政府として、国家としてですね、必要量というものは認識しておく必要があるだろうと思って、お聞きしました。で、今、次の質問に、行きますけれども、現在、原子力発電が、日本では停止しておりますけれども、この法的根拠というものは、どこにあるのかお教えください。原子力規制庁桜田原子力規制部長。ただいま全国の原子力発電所が停止している法的根拠についてお尋ねございました。現在のその状況でございますが、法律に基づいて原子力発電所の停止などを申しているものではございませんけれども、すべての原子力発電所は原子炉等規制法に基づく定期検査を行うための運転の停止という状況にございます。また、原子力規制委員会といたしましては、施設の運転の再開までに新しい規制基準への適合性を判断する、こういう方針としておりますので、現在原子炉が停止した状態が続いていると、そういう状況と考えてございます。今村博文君。そうしますと、その定期検査を、受けると、で、それは先ほど申し上げた新安全基準といったものをクリアしてもらわなきゃいけないというから、今、全国の原子力発電が止まっているんだということでございますね。桜田部長。委員のご指摘のとおりでございます。今村博文君。今の日本の原子力発電というのは、もちろん既存からある、施設なんですけれども、委員長の、田中志案というバックフィットを今用いておられると思いますけれども、これによって原子力発電所が、今定期検査で、新安全基準をクリアするために待機しているということで理解してよろしいですか。桜田部長。
新しい規制基準はですね、昨年の7月に施行されてございまして、現時点での法的な義務としては原子力発電所を運転するためにはこの基準に適合することが必要であると、こういうことになってございますので、従いまして運転の再開をするまでに新しい基準に適合しているかどうかというのは原子力規制委員会としてきちんと判断をしていく必要があると、そういう考えでございます。今村博文君。じゃあやはりその安全を、追求して、いわゆる既存不適格といったような扱いはしないということですね。桜田部長。繰り返しになりますけれども、新しい規制基準は昨年の7月に施行されてございますので、この基準が現在適用されている基準であるということでございますので、既存の原子力発電所に対しても、この新しい基準が適用されるということでございます。今村博文君。わかりました。ですから、いわゆる、世間一般にあるような建築、ですね、ビルとか、そういったものに、適用される既存不適格といったような扱いはしないという理解をいたしました。で、次の質問に移りますけれども、11月3日に、宮沢経産総と、鹿児島県知事との会談で、会談が行われて、知事は、国が最終的な責任を持つという、お言葉を確認したと、報道されています。一方、大臣は、宮沢大臣は、万が一事故が起こった場合、国が責任を持って対処するというふうに、おっしゃっておられますけれども、この文言というのは、エネルギー基本計画に、そのまんま載っている、文言でして、エネルギー基本計画には、万が一事故が起きた場合には、国は関係法令に基づき責任を持って対処すると、いうことが書いてあって、これをそのまま発言されたのかなというふうに思っております。で、私はこの記事を読みまして、その知事と大臣のここにある責任という、言葉ですね。これ、ちょっとニュアンスが違うんじゃないかというふうに、思いましたけれども、そこをお答えいただけませんか。ただ部長。お答え申し上げます。ご指摘の宮沢大臣と伊藤知事との会談でございますが、11月の3日に行われました。で、その際、宮沢大臣の方からは、仙台原発の再稼働を進めるという政府の方針を説明する中で、万が一事故が起こった場合には国が関係法令に基づき責任を持って対処すると、こういうご発言があったということでございます。これを受けまして、伊藤知事の方では面談後の記者会見の場におきまして、事故が起こった場合など国が最終的な責任を持つという言葉も確認をしたとの発言をされたと、このように承知をしております。伊藤知事の方は、この宮沢大臣からのご発言を踏まえまして、宮沢大臣と同様のご趣旨で発言をされたものと、このように認識をいたしております。今村博文君。自治体の長、知事が、そういう大臣と同じ趣旨で、国が責任を持ってくれるからという理解をされたとなると、これは再稼働に関しては、国家が、政府が再稼働を、責任を持って判断するということでしょうか。僕は規制委員会の方はですね、いわゆる、新安全基準にかなっているかどうかの判断はするけれども、再稼働については、これは規制委員会が判断、決断するものじゃないですよね。これは委員長にお答えください。田中委員長。はい、その通りでございます。今村博文君。そうすると、先ほどからルル各委員が、質問してますけれども、この再稼働に関して、誰が決断して、国が責任、最終的には責任を持つって言ってますけれども、再稼働に関してはこれ事業者が決断するってことですか。ただ部長。
お答え申し上げます。法令上個々の原子力発電所につきまして、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、実際にその再稼働を行いますのは事業者でございます。従いまして、あえて申し上げれば、再稼働を行います一義的な責任は事業者が負っているというふうに考えております。政府といたしましては、4月の11日に閣議決定されたエネルギー基本計画の中におきましても、原子力発電所の安全性については原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し、原子力発電所の再稼働を進めるととしております。政府はこの方針に基づきまして、再稼働を進めるということを行っているものでございます。で、この点につきましては、9月の12日に当時の小渕経済産業大臣の方から、鹿児島県知事からの求めに応じまして、この政府の考え方というものを文書の形で発出をいたしておりまして、その文書の中でも、今申し上げましたこと、さらには先ほどご質問のありました再稼働後につきましても、政府は関係法令に基づいて責任を持って対処すると、こういった点も含めまして文書でお示しをしているところでございます。今村博文君。今おっしゃることを聞きますと、その、事業者、に、最終的には決断してもらうと、そこにその良心というか、そういったところに期待する、まるで憲法の前文のような曖昧なお話だと伺いましたけれども、先ほどその規制委員会の方ですね、おっしゃいました、第一義的には、事業者が決断するというか責任を持つと、そう同じような言葉がですね、原子力災害対策指針というものにも書かれてまして、原子力事業者が、災害の原因である事故等の不足に一義的な責任を有するとしていると、書かれているわけです。で、先ほど宮沢大臣の方が、最終的には事故等万が一起きたときは、国が責任を持つというふうに書いてありますけど、原子力災害対策指針の方では一義的には事業者が責任を有するというふうになってますが、ここはちょっと話が食い違っているような気がしますけれども、どなたかお答えいただけますか。多田部長。先ほど小渕大臣からの文書の中でもお示ししたと、それからエネルギー基本計画の中でも書いてあることでございますが、再稼働後におきましても、その政府は関係法令に基づき責任を持って対処すると、じゃあ、この具体的に関係法令に基づき責任を持って対処する中身は何なのかと、こういうお尋ねかと、思います。で、その点につきまして、例えばでございますが、原子力災害発生時の対応、今、先生の方からご指摘もありましたけれども、こちらにつきましては、政府として原子力災害対策本部を設置する、あるいは政府、地方公共団体等に必要な指示を出す、あるいは、こういったことが実は起こらないようにとも思いますけれども、自衛隊の派遣要請をする、あるいは避難指示区域を設定する、あるいは被災者に対して避難指示をする、こういったことは国の方で責任を持って対処することとなろうかと思います。また、災害対応だけではなく、損害の賠償と、こういう点につきましても、これも一義的には原子力損害の賠償に関する法律、いわゆる原賠法に基づきまして、賠償の責任は事業者が負うことになっておりますけれども、これにつきましても事業者の賠償すべき額が一定額を超えれば、これを超えた場合、事業者が円滑な賠償を行うために必要な資金の交付等について、政府が支援を行うと、必要な支援を行うという規定がございまして、これに基づきまして、いわゆる原賠機構が作られまして、その法律を作った上で原賠機構法を作り、そして今はこの原子力損害賠償、今廃炉が加わりまして、廃炉等支援機構になっておりますが、この機構を通じまして、現在東京電力に対して支援を行っている、こういった状況にございます。こういった対応が現在の関係法令に基づき定められておりますので、今後このような類似のようなことがないようにな
世界で一番厳しい、規制基準に基づいて審査が行われているかと思いますが、このような内容を関係法令に基づき責任を持って対処する、これが文書の中で示された内容と認識をいたしております。今村博文君。ですね、その原子力災害対策マニュアルの方は、読みますとね、この一義的な責任は、事業者にあると言いながら、原子力事業者の応急処置に関わる命令、ベントの実施等というのは、委員長が、行い指示をするというふうになってまして、原子力事業者の応急措置に関わる支援確保については内閣、総理大臣が行うというふうになっています。で、これずっと読み込んでいきますと詰まるところですね、政府は原子力規制委員会に、技術及び専門的な知見に基づく判断の内容に関わる事項については、もう自分たちの権限じゃなくて委員会に任せるというふうに書いてあるわけですね。で、もう一つ、内閣総理大臣は司務大臣へ必要な命令をすることができる規定が削除されてるんです。むしろこう責任からは遠ざかってるような印象を受けますけれども、事業者の方はまあ責任を持って再稼働して事故が起きたときは責任を取るというふうになってますけれども、まあ委員長もそういう考え方で、それはあとは規制委員会の方で、イニシアチブを取って対話していくよという呼び込みでいいですか、これは。田中委員長。先生のご質問を少し分けて答えさせていただきたいと思うんですが、まず原子炉の事故が起きたときに、それをいかに収集してそれを収めていくかということについては、第一義的にやはり事業者の責任、要するにプラントをきちっと押さえて、で先ほどお話がありました弁当をするということになりますと、これは敷地の外、サイトの外に出てまいります。そういう場合には原子力災害特別措置法の規定に基づいて原子力規制委員会から内閣総理大臣にその状況に関する必要な情報の報告を行うことになります。で、その報告を受けて総理大臣は原子力緊急事態宣言を行って内閣府に原子力災害対策本部を設置し、それで、その総理のいわゆる本部長の下で、いろんな関係各省が動くと。で、私は原子力災害対策副本部長として専門的立場からその災害対策本部に参画し、また私ども規制庁の職員はすべてそのメンバー、構成メンバーとして様々な役割を担っていくということになっております。今村博文君。お時間が来ましたので、質問を終わります。私が、言いたかったのは、やはりこういう重要なですね、エネルギーの安全保障にも関わってくるような事業というのは、政府は逃げないで、きちんと対峙してほしい、決断を政府がやってほしいと、そういうふうに考えております。どうもありがとうございました。次に柏倉雄二君。柏倉君。はい、みんなの党の柏倉でございます。よろしくお願いをいたします。今日は仙台原発の再稼働のところを皆さん中心に聞かれておりますが、今日私はですね、地元で今一番問題になっている指定廃棄物の最終処分場ですね、放射性物質を含む指定廃棄物の最終処分場の問題をまず冒頭ですとお伺いしてから、今凍土遮水壁がいろいろと取り沙汰されております。こちらの問題を聞かせていただきたいと思います。私、地元栃木県にですね、塩谷町というところに放射性廃棄物を含むですね、指定廃棄物最終処分場が作られようとしております。地元では当然のことながら大反対でございまして、小人沢湧水という環境省から名水百選に選ばれたようなそういう湧水源をですね、全く亡き者にしてしまうという非常に危機感を持って反対運動を進めているわけでございます。
北関東、そして、宮城、そういったところにですね、最終処分場を作るという、一軒一つ作るんだという国の方針がございますが、それに積極的に反対をしているところ、当然、その、我々のその塩谷町もそうですけども、宮城県でもですね、最近かなり本格化してきておりまして、政権与党からもですね、自民党さんからも、その特措法の見直しについて言及があるような状態にまでなってきているということがあります。これ環境委員会で地元の上町の自民党代議士なんですけども、そこの環境委員会で、このような最後、指名をしております。今日は地元の例を具体的に質問させていただきましたけれども、今度の指定廃棄物の最終処分場の建設については、最も段階としては進んでいる宮城県でもこれだけの問題なり、議員が生じているわけですと。他の4県についても同様でありますし、今後さらなる大きな問題が次々と現出しているということを現出してくることが考えられるわけです。そこで震災から3年7ヶ月過ぎたわけではありますけれども、平成23年の放射性物質汚染対策、対処特措法、またはそれに基づき閣議決定された基本方針も、やはりもう一度見直すということも視野に入れるべきではないかなと思うんですねという、これは自民党さんの代議士ですね、もがおっしゃっております。自民党のですね、宮城県の最大会派、県民会議もですね、これ福島に持っていくべきじゃないかというような発言まで出ている。これ政権与党からこういう声が地元から上がっている、こういうことに関してですね、政府はどのように考えるのか、特措法の見直しも含めて見解を聞かせてください。環境省奥主大臣官房審議官。お答えいたします。先生ご指摘のように指定廃棄物の件でございます。指定廃棄物が多量に発生し、特に保管状況を逼迫している宮城県や栃木県などにおいては、処理施設を確保すべく、早急な対応が必要となってきております。一方で、指定廃棄物を各県ごとに処理するのではなく、他県、例えば東京電力福島第一原子力発電所の敷地内や、あるいはその周辺 に集約すべきというご意見もあるというのを聞いとるところでございます。しかしながら、福島県に集約して処理することにつきましては、原発事故により最も大きな被害を受けている同県に対しまして、これ以上の負担を強いることは到底理解が得られないというふうに考えております。また、今避難されている方々が再び地元に戻ることを望んでいる人々もおられます。そういったご意見を無視することはできないというふうに考えているところでございます。こうした状況の中、各地の指定廃棄物を福島県内の一箇所に集約して処分を行うことは困難というふうに考えております。環境省といたしましては、関係地方公共団体とも協力し、各県における指定廃棄物の処理を進めるべく、取り組みを進めるところでございます。特別措置法に基づく基本方針において、定められました指定廃棄物の県内処理の考え方を見直す予定ということはございません。引き続き、その方針に従って取り組みを進めてまいりたいと考えております。柏倉雄二君。はい。これは我が党の議員が予算委員会で安倍総理にも質問させていただいた内容で、お答えは同じだったわけでございます。そのリスクというものをですね、やはり各都道府県に、これ分散をしてしまう。果たしてそれでいいのかなというような声もあるのは事実です。確かに福島の方のですね、心情を察すれば、もうこれ以上負担をかけるのは忍びないというその気持ちは確かにわかります。ただ一方でですね、その指定廃棄物を新たに持ってこられるところ、特にその地点においてですね、名水百選に選ばれたような財産、これが危険にさらされると、そういったですね、自分たちのアイデンティティ、これの喪失につながりかねない今回最終指定廃棄物の処分場の認定というか、選定になっているわけでございます。そこのところはですね、もう政権与党の自民党さんからも、これは代議士さん、県連最大会派からそういう声が出ているんだと
というところもですね、真剣にこれは考えていただいて、これは拙速な対応は厳に慎んでいただきたいということを申し添えたいと思います。それではこの水泉対策凍土遮水壁についてお伺いしたいと思います。凍土、汚染水対策の根本的なものとして、この凍土遮水壁が今作られようとしているわけですね、福島で。元から根っこから立つと、地下水を流入させない、縦やりで流入させないと、その原理は確かによくわかるところでございます。ただこれは世界的にも当然初めてのことでして、チェリノブイリ3マイルでもこういったことはなかったわけでございます。そこでこの凍土壁の技術について二さんお伺いしますけども、これ地下鉄工事などで利用されている技術だというふうに聞いています。ただ地下鉄でですね、そう長く地下鉄工事でそう長くこの凍土壁が作られているという使われているということはないというふうに聞いております。でその造成量もですね、今回とはちょっと比較するとかなり地下鉄の方が少ないんだというふうに聞いてます。これですね、これ汚染水対策においてはどれぐらいの期間その凍土この遮水壁を用いていくのか、造成量が問題ないのか、それについてお答えをお願いします。経済産業省土井大臣官房審議官。お答え申し上げます。日本において、地下鉄などの実績があるわけでございますけれども、凍土造成量に関しましては地下鉄工事で1件あたり、約3万8000リューベイの実績があります。またその維持期間に関しましては電気ケーブルの敷設工事で1件あたり2年4ヶ月程度という実績がございます。一方で福島第一原発に設置をしようとしております凍土壁に関しましては、その造成量については約7万リューベイでございます。またその凍結期間は約7年程度を予定しております。以上でございます。柏倉裕二君。はい。造成量がかなり倍近いわけですね。あと7年ということなんですけども、これは実証実験等でどれぐらいまで、いけるというところは分かっているんでしょうか。土井審議官。本凍結方法をですね、福島第一原発敷地内の地盤に、適用するにあたりましては、建屋周辺の地盤中で実際の震度、これ地下30メートルでございますけれども、そこに凍結管39本の、小規模試験を実際行いました。でその結果実際に、凍結することを確認しております。それからまた万が一でございますけれども、未凍結部分が発生するというような場合にはですね、グラウト注入によって、地盤中の間隙水の流れを抑制するというような補完的な工法がございます。でそのような重層的な対策を行うことによりまして、凍土壁の構築に、万全を期してまいりたいというふうに思っております。柏倉裕二君。はい。具体的にその、小規模実験、されているということなんですけども、1号機から4号機までずっとこう外周を囲む、あれそれだけの造成量、しかも7年、これは未知数なわけですね。技術的、理論的には可能なわけだけども、まだまだそういったところは世界で、類を見ないということだと思います。非常にチャレンジングだということですね。この技術に関してはもう確立されたもんなんでしょうけども、やはりこの7年という期間、これが果たして、耐えられるのかどうか、さまざまなこれ危機管理をですねやっていかなきゃいけないと思うんですね。そこで、この凍土壁維持にはこれかなりの電力が必要になるというふうに聞いているんですが、どれぐらいの電力が必要になるんでしょうか。これをさらにはですね、これ地震なんかあったとき、これ電源が落ちて補助電源も使わないと凍土壁壊れてしまうわけですから、そういったところは想定しているんでしょうか。土井審議官。
お答え申し上げます。福島第一原発における凍土壁の維持に関しまして、その必要な電力量は、年間4400万キロワットアワーというふうに、試算しております。で、これは標準家庭の電気料金を仮定いたしまして、試算いたしますと、年間十数億円相当とに当たると東京電力が試算しております。でただこの凍土壁の維持に必要な電力に関しましては、他電力会社から購入するということではなくて、東京電力が自社で発電した電力を使用するということでございまして、必ずしも先ほど試算したような金額が発生するわけではなくですね、恒常的に賄うことができるというふうに聞いております。それから仮に地震等の災害が発生しまして、冷凍機などの電源が喪失するという場合も想定されるわけでございますけれども、凍土壁が溶けて機能を失うまでにはですね、少なくとも3ヶ月程度の期間を要するということを私どもフィジビリティスタディで確認しております。で従いまして、このような期間にですね、凍土壁が溶けて機能を失う前に電源を復旧して凍結を再開するということは十分可能であるというふうに考えております。柏倉雄二君。はい、先ほどその実証実験しているということをおっしゃいました。いろんな記事を見ますとね、そのトレンチの部分の汚染水状況が非常に苦労しているということなんですけども、これはどれぐらいまでにしっかりと除去できるんでしょうか。来春にはこれ凍土壁しっかりと作らなければいけないわけですけども、それの見込みも教えてください。土井審議官。建屋海側のトレンチを止水するということと、凍土壁で、地中の凍土壁を作るということに関しましては違う、対策でございますけれども、ただトレンチにつきまして、その建屋とトレンチの間を止水した上ですね、汚染水を除去し、トレンチ内を重点閉塞するという計画に関しましては、本年4月より、凍結を査定止水する工事を開始いたしましたけれども、未だ凍結に時間を要して、特知していないというのは事実でございます。そのため東電は原子力規制委員会の検討での議論も踏まえつつですね、凍結を促進するためのまずめ剤の投入などの追加的な措置を実施してきておりまして、また完全に止水をしなくともですね、トレンチ内の汚染水を除去できる手法の実施も検討しております。凍土壁に関しましては年度内の凍結開始ということを目指しておりますので、早期にトレンチ内の高濃度汚染水を取り除くようですね、東電を適切に指導していくとともに、凍土遮水壁についてですね、きっちり凍結を開始し、凍結が完了できるよう、全力を傾けてまいりたいというふうに思っております。柏倉雄二君。はい、最後にトリチウムのことを聞きたいと思います。今汚染水処理、アルプスをですね、増設したり、パワー機能アップしたりですね、して、必死にその汚染水をきれいにしているわけですけども、最終的にはこのトリチウム、非常にこれ正直言って、毒性はあまり高くないけども、三重水素ですから分離して、きれいな水にするというのは非常に技術的に難しいということを聞いております。それをやっているところもあるようですが、IAEA はですね、これ勧告で基準値以下のトリチウムはこれ放出しても構わないんじゃないかというようなことを言ってるわけですけども、当然地元の漁連の皆様の反対はあるわけですね。これはやはりしっかりとトレンチ、これ、トリチウム、これをしっかりともう除去を絶対するんだということで、これは政府の方針は変わりはないでしょうか。土井審議官。トリチウム水の取り扱いに関しましては、汚染水対策の中でも非常に重要な課題の一つであると認識しております。
ただそのトリチウム水の処理方法に関しましては現在、さまざまな選択肢について検討を進めている段階でございまして、方針はまだ決めておりません。で具体的に昨年11月末に来日した IAEA の調査団からはですね、あらゆる選択肢をまず検証するべきであるというような助言があったことも踏まえまして、議員ご指摘の分離技術のみならずですね、トリチウムの長期貯蔵や放出等のリスク、それから環境に与える影響、費用対効果といったことを総合的に今検討しているところでございます。でこれらの検討は汚染水処理対策委員会のもとに設けましたトリチウム水タスクフォースという専門家の委員会を設けまして、昨年12月より検討を加えているところでございます。このタスクフォースでの専門的な評価も受けましてですね、今後さまざまな選択肢の意義とか効果とか、メリットデメリットなどを整理いたしまして、で分かりやすく説明を行っていくということがですね、社会的な合意形成の基盤というふうに認識しております。いずれにいたしましてもトリチウムの分離技術というのはこれら選択肢の評価の一環でございまして、しっかりその成立性は、検証して、いきたいと思っております。ただ現時点でその分離や処理の方法を決定したという段階ではございません。柏倉雄二君。確認しますけれども、しっかりとこれはもう分離するんだ、そのまま基準値以下だからといって放出することはないということでよろしいんでしょうか。土井審議官。先ほどご説明申し上げましたように、分離するということの成立を今検証している段階でございますので、最終的に分離して、処理して、どのような形で、放出するのか等に関しましては引き続き検討を続けてまいりたいということでございます。柏倉雄二君。はい、時間が参りました。政府はですね、このトリチウム除去で3つの会社と、契約を結んで今やっているわけですね。ただ、実際これキュリオン社などというところはまだまだ年間20トンぐらいしかトリチウム除去サービスのキャパシティがないということです。非常に達成するまでは道遠いという印象がございます。ただ、本当にできるのかできないか、これはですね、政府しっかりとどこかできっちりアナウンスメントをしてですね、しかるべき対処を取るべきだと思います。その科学的に無理なら無理というところは言うべきですし、できるならできると、やはりきっちりと伝えてですね、予算を使うわけですから、そこの方針をできるだけ明確にしていただきたいと思います。これで終わります。ありがとうございました。次に笠井明君。委員長。笠井明君。日本共産党の笠井明です。田中原子力規制委員会委員長に、まず、去る10月30日の衆議院予算委員会での私の質疑に関わって質問いたします。九州電力仙台原発の再稼働をめぐる巨大噴火の余地について、このどういう科学的知見があると認識しているかという私問いをですね、安倍総理、自身の認識ということで、安倍総理に質問したのに対して、安倍総理が答えられるじゃなくて、田中規制委員長が、自ら手を挙げられて拒否されて、私の方から答えさせていただくというふうに答弁されました。で、原発の再稼働を進めると明言している総理の認識を私聞いたのに、なぜ規制の立場にある田中委員長が代わりに答弁されたのか、これは不適切だったというふうに思われないですか。委員長いかがですか。田中委員長。先生のご質問は、いわゆる巨大噴火、仙台のいわゆるアイラカルデラの巨大噴火についてのその判断の基準をお尋ねになられたので、私の方からお答えさせていただきました。私は規制委員会の知見判断の基準を聞いたんじゃなくて、そういうことを受けて、規制委員会が判断されたを受けて、総理自身がその余地について知見をどういうふうに承知されているかを私質問したんですね。で、しかもそういう場面というのは一度だけじゃなくて、さらに火山学の専門家が把握もできていないと言っているものを宮殿ができるとしているのは科学的と思うかと、これも重ねて推進の立場にある総理の認識を聞いた際にも、仮に田中規制委員長が成り代わって答弁されたんですよ。
だからいつから推進立場になっちゃったのかなと私率直にその時思ったんで、限られた時間でしたから、その部分をやったらまた保管できなかったんで、そういうことで、その場になったんですが、これはやはり推進と規制の立場の違いを、もうわきまえていらっしゃるからにかかる根本問題になってきているというふうに思うんです。本来推進の立場で総理になり代わって答弁するのは、委員長ではなくて、経済産業大臣のはずであります。原子力規制委員会設置法の第一条、目的の中には、一の行政組織が、原子力利用の推進及び規制の両方の機能を担うことにより、生じる問題を解消するためということも明記して、その委員長及び委員が専門的知見に基づき、中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会を設置し、というふうにあるわけでありまして、田中委員長、ぜひこの立場にですね、厳格に立って、国会においても対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。田中委員長。先生おっしゃる通りで、科学的、専門的な判断について、私の方からお答えさせていただいたということで、ご理解いただきたいと思います。笠井明君。私の問いをあの時よく聞いていただければ、そういう判断をしたことに対して総理はどういう認識してますかと聞いたので、そこはきちっと対応してもらいたいというふうに思います。いずれにしても厳格に対応するということで、今後当たっていただきたい。そこでこの数をめぐる問題でありますが、九州電力の発電本部原子力管理部長が、本年9月30日の鹿児島県議会原子力安全対策等特別委員会において、こういうふうに発言しています。破局的噴火の兆候というのが、規制委員会の審査会合の中でも議論になりましたが、数十年のオーダーの前に分かるであろう。数十年のオーダーの前に分かるであろうというふうに考えてございますと。そういったところから、こういった、停止、燃料の搬出についての手順を整えていく。計画を整えていくというところを考えてございますと発言しております。つまり数十年のオーダーで分かるんで、そういうとこからいろいろ手立てを取っていくんだというふうに、県議会の場で発言しているんですが、田中委員長は、こうした数十年のオーダーの前に分かるという認識については、どういうふうに思われるでしょうか。田中委員長。今、議論になって、議論の対象になっております、いわゆるカルデラ噴火。これは、仮にそれが起こると、九州全域を壊滅的、ほとんど、すべての方が亡くなってしまうような、破局的な噴火が起こるということであります。で、地下のそういったカルデラでのマグマの状況とか過去の噴火履歴等をこう総合的に検討した結果、仙台原発の運用期間、大体、現実には仮に延長しても30年、さらに燃料の運び出しとかそういうことを考えると、最大でも35年とか40年ですけれども、その間にそういったことが発生する可能性は十分小さいというのが私どもの判断でありまして、それは九州電力に言われたからそう判断したのではなくて、ご退任されましたけど島崎委員を中心にそういった議論を重ねまして、そういう判断をさせていただいたわけです。ただし年には年を入れて、やはりそういった破局的噴火ということについては、可能性は十分小さいということではありますけれども、現在の状況がどのように変化していくかということについては継続的に確認しておいた方がいいだろうということで、火山活動のモニタリングを事業者に求めているということでありますし、私どもとしても別途火山のそういったカルデラ噴火の状況を調査する専門家チームを発足させて検討して、事業者の判断についてもきちっと見ていくということにしております。笠井明君。数十年のオーダーの前に分かるという九段の認識について伺ったんですが、そのことについてきちっとどう科学的なところを伺いたいんですよね。一方で言うと、火山学者の意見は、仮に巨大噴火の前兆があっても噴火の時期や規模を予測することは現在の火山学では極めて困難で無理だと言われている。そして核燃料の排出に間に合わせるために数年あるいは10年という単位で予兆現象は見えるものではないというものであります。
田中委員長も予算委員会の答弁でも、認められたように、巨大噴火を予知できないというのが現在の到達だと思うんですが、まあ、いろいろ言われましたけど、それに対して九電が数十年のオーダーの前に分かると、前兆や予兆が分かるということについては、科学的なものかというふうに認識されているか、その一点を端的に科学的だと思われるか、いや、それはちょっと数十年というのはどうかというふうに、その端的にその点どうですか。あれこれ言われましていいですから。田中委員長。火山予知連の藤井先生も言っておりますが、破局的な噴火に至るには地下に巨大なマグマだまりができますので、何らかの前駆現象が相当前から発生する可能性が高いという認識を示しております。で、このマグマの量が、まあ、山手線の広さでスカイツリーぐらいの深さのマグマの量になりますので、一定の前駆現象が出るというのは専門家もそういう認識はしております。いわゆる それが予知ということでどうか、長期的にそういったことをこれから変化を見ていくということになると思います。笠井明、長期的に見ていくというだけで数十年のオーダーでできるということについてはできるというふうには言われないわけですから、そういう問題なんですよ。日本の火山学会、日本火山学会の原子力問題対応委員会、去る11月2日に噴火予測の可能性、限界、曖昧さの理解が不可欠とした上で、原子力規制委員会の火山影響評価ガイドの慎重な検討、まあ、報道は見直して言ってましたが、ここに書いたのは慎重な検討と言ってる。これを求める提言を発表したわけで、田中委員長は昨日の定例記者会見で、それを今更のごとくそんなこと言うのかというふうに批判されましたが、とんでもないと私思うんです。そういう提言が当該の学会から出ること自体が、専門家とよく相談してこなかったということじゃないかと。こうした知見こそ重く受け止めて、不断に見直しをすべきだということを強く申し上げていきたいと思います。そこで、今、委員長も言われたことに関連するんですが、原子力規制委員会は、火山のモニタリングを行って異常を観測したら、原子炉を停止し、核燃料の排出をするということで、九電が、原子炉設置変更許可申請にあるので、そういうことが、九電がそういうことを言ってるので、火山の影響に関する規制基準、つまり火山影響評価ガイドをパスしているというふうにしたわけですが、しかし予算会でも指摘しましたが、九電の設置変更許可申請にも、保安規定変更申請にも、モニタリングをどのようにするのか、核燃料をどのようにいつまでに、どこに輸送するかなど、肝心なことについては一切記述がないと思うんです。原子力規制委員会は、そうした具体的なことについて、九電から説明を受けて分かっておられるんでしょうか。つまり、モニタリングをして、どのようにするのか、から、核燃料をどのように、いつまでに、どこに搬送するのか、輸送するのかということで、そういうことについては、九電から説明があって、了解している、了承しているのかどうか、いかがですか。田中委員長。九電事業者の方は、このモニタリングをきちっとすることの重要性を認識して、専門家、火山の専門家の助言を得ながら、モニタリングをしていくと。で、そのモニタリング結果については、私ども随時報告を受け、または私どもに設けた火山学者を中心としたチームで、それを評価していくということを行って、必要があれば、命令によって、炉を止めさせて、そういった対策を取るということをにしております。笠井明君、具体的にどうかということについてはお答えにならない、ないんでしょう。つまり詳細が分からないということで、手順書の審査もあり得るというようなことで位置づけでなくて、手順書を厳正に審査して実行ある具体的な記述がなければ審査 OK にならないというのが当然じゃないかと思います。もう一つ重大事故対策の問題でありますが、原発の重大事故の際に格納容器が破壊するなど大きな被害を出さないことを電力会社はコンピューターでシミュレーションしていると。その結果について規制委員会として電力会社のものとは別のソフトウェアで解析をして妥当性をチェックするということでクロスチェック解析を行ったかどうかについて、私この委員会でも再三にわたって委員長に質問してまいりました。直近では8月7日の質疑ではメルトダウンした燃料と格納容器底部、そこにあるコンクリートが直接接触して大量の水素が発生して、水素爆発の危険をもたらす、溶融炉心、コンクリート相互作用の、これについてのクロスチェックをやったかどうかを正しました。
田中委員長はそれに対して、クロスチェックはきちっとやらさせていただいております。クロスチェックをした評価の結果については、近々レポートとして報告させていただきますと、こうはっきり言われたんですが、そう答弁されたことは間違いありませんね。田中委員長。はい、間違いありません。このレポート、私もその後、どんなこと書いてあるかと思って、まあ、ぜひ読んでもらいたいというお話だったので、読んでみましたが、どこを見てもクロスチェック解析のことは触れておりません。それどころかこのレポートには、私が正した溶融炉心コンクリート相互作用は、本技術報告の検討対象からは除外した。検討対象から除外したとまで逆に書いてあるわけであります。で、このレポート、表紙の裏側にも書いてある通り、原子力規制庁が安全研究等の成果をまとめたもので、いわば技術的参考資料の一つに過ぎず、田中委員長が答えられたようなクロスチェックをした評価の結果を報告したものになってないと、これ見たらわかると読んでほしいとおっしゃったんだけど、そういうものになってないと思うんですけれども、8月中の委員長の答弁と明らかに違うんじゃないでしょうか。どうなんでしょうか。田中委員長。いわゆる溶融炉心と、コンクリートの相互作用である MCCI に至るシビアアクシデントの事象進展に関わる解析については、メルコアというような総合的な大きな計算行動がありまして、これはプラントを対象とした解析を行っております。で、MCCI そのものについての解析については、これはそこのご試算された NRA の技術報告に記載されているとおり、メルコアでの解析は行っておりません。実はこの MCCI は極めて特殊な現象でありまして、現状の解析コードではクロスチェックをしたからでも必ずしもそれが正確に評価できるものではないということで、まあ、そういうことは MCCI による大きな事故に進展につながることを防ぐために、その下にあらかじめそういった炉心の圧力要求を埋めようとするような状況が起こりそうなときには水を十分に張っておいてそれを防ぐとか、そういうことを規制基準として、規制の方として要求しております。性能要求として要求しております。笠井明君。ですから今説明あった通り、というか その説明になりますと、8月7日に田中委員長はクロスチェック、私が聞いたのは溶融炉心コンクリート相互作用の問題で、クロスチェックやってるんですかと、解析やってるんですかって言ったら、やってるとおっしゃったんだけども、やってないって今答弁されたんですね。つまり今おっしゃったのは、私が理解してるんで言えば、溶融炉心コンクリート相互作用に至る前の段階、つまり炉心損傷についての解析はメルコアという規制委員会が持っている、規制庁を持っているもので解析をしたということをやったんだけども、その後起きる可能性がある事象全体を、現象全体をクロスチェック解析したのかと私聞いたに対しては、8月7日にはやってるっておっしゃったんですよ。で、読んでくれって言われたんだけど、今答弁されたら、いや実はそれやってないんです、その先端はやったけど、その後の至る問題についてはいろいろこれは問題があるんでそこまではっていう話になっているわけで、これ明らかに答弁違うんですよね。まあ、8月からもう今日11月ですから、その間、つまり国民や委員会、国会に対して違う説明してた。間違った嘘の答弁してたって話になる。これ本当に重大な問題だと思うんですよ。異なる解析コードを伝えてクロスチェック解析して、異なる結果が出たら、つまり審査に時間かかって電力会社にとって都合が悪いと。それでクロスチェック解析やらずに、単なる給電の結果をチェックしただけなのに、それにクロスチェック解析やったなんて言って、ある意味ごまかされたんじゃないですか。ごまかして言われたんじゃないですか。給電はマープというコードを使って解析やってると。で、規制委員会としてはそれと違うコードでメルコアで再検査にしたのかということを、この事象について、あるいは全体について聞いたのに、8月7日にはやってるんですよって言われた。読んでくださいって言われた。書いてない。で、今聞いたらやってないって話でしょ。これどういう考えですか。田中委員長。虚偽答弁になりますよ。シビアアクシデントは一つのことでなくて、大きい流れの事象の中で起こります。それで、
事業者の方はマープ、先生ご指摘のようにで、私どもの方はメルコアというのでやっております。で、最後の段階で MCCI についてという事象でありますけれども、先ほど申し上げましたように、解析コードでやるというのは非常に不確かさが大きいというのが現状でありまして、いくつか実験がございます。で、そういった結果を踏まえまして、そのいわゆる審査の過程でいわゆるチェックをしているという意味でのクロスチェックはやっているということでございます。不確かさが大きいと言われるけど、九電は少なくともマープというものでやってるんだったら、そのことについてだって、不確かさっていうのはまたその後の話で、クロスチェック解析というなら別のコードで独自に規制委員会としてやるのが当たり前で、それに対してさらに不確かさがあるからどうするかっていうんで、さらに厳密にどうするかって話はあってもいいけど、やってるんですよ。手抜きずさんって話になってくる。国会でやってないことをやったなんていう答弁したっていうのは重大だと思います。それだけじゃなくて、仙台原発の審査書へのパブリックコメント、審査書へのパブリックコメントでも、クロスチェック解説に関する意見多数だったけども、会長でも結局レポート見てくれって話だったわけですよ。火山の影響についても、重大事故対策についても、厳正どころか手抜きって話になってきて、そんなことでひな形になって他もやってくるとなったら、また電力会社の取り子って話になってくると。委員長、これ、九州電力の問題、そして規制委員会がそれに対して審査しているということですので、仙台原発の再稼働をめぐる問題、国会としてきちんと立たすために、九州電力の宇留光明社長を当委員会に参考人として、招致お呼びいただきたい。理事会で協議をお願いしたいと思います。理事会で協議をいたします。時間になりましたので終わりますが、こんな審査が厳格だということで再稼働を進めるということは断じて許されないと、仙台原発、このことを申し上げて質問を終わります。この際、政府より発言を求められておりますので、これを許します。資源エネルギー庁電力ガス事業部長、多田明宏君。多田君。先ほどの菅直人委員のご質問に際しまして、原発の再稼働につきまして、原子力規制委員長および東京電力から答弁があった件に関しましてでございますが、答弁してください。委員長からのご指名がいただきましたので、答弁させていただきたいと思います。読んでないです。ただ発言を求められておりますので、私の責任で許しました。なんでなのよ。さっき拒否したじゃない。指してないですか。さっき拒否したじゃない、委員長が。こういうことをやると、その委員会一回ちょっと人を来ていただいて、後でですね、拒否したじゃないの。その質問者が副大臣が代表で来られてたわけですから、それでもう質問終わってると思うし、参考人を呼んでない人が後で答弁すると。ちょっと委員長やっぱり聞いたことないよ。委員長自分で拒否したんだよ。先ほどの参考人の会議に入ってないから、それじゃ副大臣のちょっと違うんじゃないでしょうか。いや、政府から発言を求めると私の責任で今答弁を許しております。政府からって政府の誰か呼んでない人が答弁する。答弁聞いてから、あとは そこは理事会で議論していきたいと思います。はい、参考人の紙を答弁じゃないのか、菅直人さんじゃなくて、さっきもですね、菅さん指名した時にも委員長の方から参考、ちょっとそっちが止まってます。参考人として呼んでないので答弁はできませんと委員長がおっしゃって、そして副大臣が答弁されたわけですから、やはりどう考えてもおかしいと思います、委員長もそういう采配していただいたので、そこは理事会で議論してください。理事会で議論していきたいと思いますから、これは答弁させてください。大きな問題になると思います。はい、答弁できないって言ったのは委員長だよ。そうだったらですね、副大臣がお呼びになって参考人は呼んでないから、質問できないということでしたので、副大臣がお答えされるんだったら別ですけれども、ちょっとやっぱりこれは委員長ご采配を振っていただいた方が後々問
問題を発言を聞いてから、私の責任で仕切ります。発言を聞いてから、その問題点は、問題点は理事会で議論していきたいと思います。速記を止めてください。この件に関しては理事会で、議論をして、図って、そして、きちんとした政府の見解を聞きたいと思います。それはじゃあ理事会でとにかく、はい、政府の見解を、はい、かどうかも含めてですね、はい、ちょっと理事会で、はい、お伺いしました。はい、では ただ部長の発言は取りやめといたします。はい、で即起を起こしてください。次に青木愛君。はい、青木君。はい、生活の党の青木でございます。本日初めての質問に立たせていただきますので、どうぞよろしくお願いをいたします。今日は、原発の再稼働についてと、老朽原発の廃炉への判断について、また再生可能エネルギー の電力の買い取りの制度について、まあ、それぞれについて何点かお伺いをさせていただきたいというふうに思います。まず原発の再稼働についてでございますが、まあ、これまで原子力発電を進めてきました結果、現在我が国には使用済み核燃料のその一部は、高レベル放射性廃棄物という形で保管をされております。ただその処分先は決まっていないという状況にございます。こうした見通しがない中で、まあ、さらなるこの廃棄物を増やす、原子力発電所の再稼働、これを進めることは、大変まあ、無責任な姿勢ではないかというふうに考えます。
既存の原子力発電所にあります使用済み核燃料も約1万7000トンが使用済み燃料プールに貯蔵されておりますが、その貯蔵容量に余裕のない発電所も存在をいたしております。半数以上の原発で10年以下、最も短いところでは3年でプールが満杯になると言われております。この3年でプールが満杯になる原発についても現在再稼働の申請がなされているというふうに伺っています。政府はエネルギー基本計画の中で、発電所の敷地内外を問わず中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設等の建設活用を促進をするというふうにされていますけれども、この中間貯蔵施設の建設についてはその調査から操業開始まで約10年以上の期間を要するという報告もございます。仮にこの中間貯蔵施設を受け入れる自治体が出てきたといたしましても、この施設の建設は間に合わないというふうに考えられます。この点について、どういう具体的な見通しのもとで今この再稼働が検討されているのかお伺いをいたします。資源エネルギー庁多田電力ガス事業部長。お答え申し上げます。ご指摘ございましたように我が国には今約1万7000トンの使用済み燃料が保管されております。このうち 各原発には約1万7000トンのうちの約1万4000トンが貯蔵されております。ご指摘ございましたけれども各原発のその貯蔵容量でございますが全体で約2万1000トンございまして一定の貯蔵の余地は確保されていると思います。ただご指摘もございましたけれども容量に余裕のない原発も確かに存在をいたします。従いましてこの使用済み燃料貯蔵対策の充実あるいは強化をするということは大変重要な政策課題の一つであると認識をいたしております。従いまして先ほどエネルギー基本計画のことも引用いただきましたけれども使用済み燃料プール現在あるプールの貯蔵能力を高めることあるいは中間貯蔵施設さらにはサイト内に乾式貯蔵施設を作るこういったさまざまな方策によってこの容量の拡大というものを図っていかなければいけないと思っております。すでに例えば貯蔵能力を高めるということにつきましてはリラッキングという作業の準備をしているところもございます。また中間貯蔵施設につきましてはむつ市の方で建設がされておりまして事業開始に向けて手続きを踏んでいるという状況にございます。また乾式貯蔵施設につきましても例えば浜岡原発のサイト内で検討がされているこんなような状況になってございます。こうした状況でございますけれども今後も使用済み燃料の貯蔵施設につきましては新たな地点の可能性の幅広い検討をはじめ各電気事業者の積極的な取り組みや電気事業者間の共同あるいは連携による事業の推進の検討あるいは政府の取り組みを強化するこうしたことをやっていかなければならないと思っております。なお先生の方から、時間がかかるのではないかとこういったご指摘がございました。リラッキングといった作業あるいは中間貯蔵施設を作る乾式貯蔵施設を作るそれぞれかかる時間は違います。中間貯蔵施設例えば陸奥の場合につきましてはご指摘もありましたけれども調査を始めた段階から12年程度かかる状況になってございますが他方でサイト内に作ります乾式貯蔵施設こちらにつきましては7年ほどであります。それからラックを増設するのは3年あるいはリラッキングは4年と、こういった形でそれぞれの取り組みにつきましては要する期間も異なっているという状況でございます。いずれいたしましてもこうした取り組みをしっかりと着実に推進しながらいかなる事情よりも安全性を最優先して新規制基準に適合すると認められた場合にはその判断を尊重して原発の再稼働を進めるとこういった考え方で臨んでいるところでございます。青木愛さん。我が党といたしましては、再稼働には反対の立場を取っておりますけれども、少なくともこのゴミの処理のですね、明確なめどが立たない以上、再稼働というのはなかなか厳しい状況にあろうかというふうに思います。先ほども質疑の中にございましたが、仙台については、
この設置変更許可の部分だけがまず決定されたということであって、まあ、これからさらに審査が続くということでもございましたので、また規制委員会としての役割はあろうかと思いますけれども、やはりこの廃棄物の処理の問題は、この仙台、九州の問題だけではなくて、やはり日本全体の課題であり、世界の課題であります。この廃棄物の処理についての、まあ、明確な答えが出せない中で、さらにこの廃棄物を増やすという再稼働はまず考えられないということを指摘をしておきたいというふうに思います。続きまして、老朽原発の廃炉への判断についてお伺いをいたします。原則として原発の運転期間は40年ということが法律で明記をされています。しかし原子力規制委員会の許可を得られれば最長20年間延長できるということでございます。全国の原発48基のうち老朽化をした7基について、まあ、その申請のリミットが来年の7月末だというふうに伺っています。まあ、その前に早期に申請するよう政府からもまた委員会の方からも電力会社に注意喚起をしたというふうに承知をいたしておりますけれども、そこで何点かお伺いをいたしますが、この7基についてまず申請がない場合は廃炉ということでよろしいのでしょうか。また申請がある場合は審査の決定が下りるまでどの程度の期間がかかり、また古いがゆえの観点もあろうかと思いますが、どのような観点から判断をされるのかお伺いをいたします。原子力規制庁桜田原子力規制部長。原子力発電所の運転期間の延長について延長認可についてご質問いただきました。委員のご指摘のとおり、原子炉等規制法改正された新しい法律におきましては、原子力発電所を運転できる期間を40年とした上で、その期間の満了までに特別の認可を受けた場合には、1回に限り20年を上限として運転期間を延長することができるというふうになってございます。ただ前提といたしまして、私ども先ほど来お話が出ております新規制基準を施行してございますので、こういうその延長する前のその前提としてですね、新規制基準への適合をする必要がございます。先ほど来お話がございますが、そのためには適合性審査の申請をしていただき、審査を終えて、さらに残り手続きでございます検査、これを受けて合格した原子力発電所は稼働できることになりますが、さらに40年を超えるようなものについては、今申し上げたような運転期間の延長という認可を得なければ、その後の運転ができない、まあ、こういうことでございます。で、ご質問のその認可の申請がなされない原発についてはどうなるかということでございますけれども、これは基本的には廃炉手続きに進むのではないかというふうに考えられますが、具体的にどのように進めるか、段取り等につきましては事業者に委ねられるということになります。規制当局といたしましては、適切な安全確保がなされるように、廃止措置の終了の確認という段階に至るまでは、原子炉等規制法により規制を行うということになります。それから延長の認可の処分決定にどのくらいの期間を要するのかというご質問がございました。この認可のための申請は、実は申請の期限を定めてございまして、40年を迎える1年3ヶ月前から1年前までの間に申請をするということを求めてございます。認可の可否の判断は、この申請を受けまして、その後40年の運転期限までの間、すなわち1年余りの間に審査をして判断すると、もうこういうことになるということでございます。それから、その判断の基準はどういうことなのかというご質問ございました。これは40年の延長認可の基準はすでに原子力規制委員会規則において定めてございます。延長期間中において想定される材料の劣化も加味いたしまして、それでも技術基準を満たすことを求めるということが基準でございます。そのためには対象機器の経年劣化の評価を行う必要がございますが、これにあたりましては、原子炉圧力容器の母材の部分など、通常の点検では確認しないような設備や部位についても詳細に確認をする特別点検というものを行っていただきまして、その結果も提出いただき、これを踏まえて判断していくということになります。以上でございます。青木愛さん。はい、ありがとうございます。仮に延長が認められた場合、まあ、その後の20年におきまして、まあ、国費など、まあ、立地自治体への交付金等が考えられるわけですけれども、仮に20年延長になった場合、投入される額というのはどの程度になるのでしょうか。
多田部長。お答え申し上げます。電源立地地域対策交付金、こちらは発電用施設の設置運転の円滑化を目的といたしまして、基本的には発電実績などに基づきまして算定された額を交付する仕組みとなってございます。委員のご指摘お尋ねの件につきましては、今後20年間のその当該原子炉の発電実績等が現時点では不明でございますので、将来の交付額を算定することは困難であると思っております。なおご参考までに申し上げますと、委員ご指摘の7基分、今回ご質問お尋ねのありました7基分につきまして、過去の実績という点で申し上げますと、例えば平成22年度の発電電力量の実績をもとに算定をいたしました平成24年度の交付額について申し上げますと、7基合計で年間25億円程度という状況でございます。青木愛さん。はい、電力会社はですね、この廃炉費用というものを、積み立てているというふうに承知はいたしておりますけれども、やはりこの電力会社が今後この廃炉を円滑に進められるようにするためには、やはりさまざまな環境整備が必要だというふうに思っております。また交付金がなくなる立地自治体の地域経済に対する影響ですとか、また雇用の問題ですとか、やはり国としても考えていかなければならない点があろうかというふうに思っています。この辺の対策について具体的にお考えございますでしょうか。多田部長。ご指摘のございました個別の原発の廃炉、これを事業者が円滑に進めていく上では、廃炉の判断に伴いまして一括で多額の財務的な損失が発生する、こういった点、あるいは立地地域におけます雇用、あるいは経済への影響など、さまざまな課題があると認識をいたしております。廃炉を円滑に進めるための環境整備につきましては、先月の原子力小委員会の場におきまして、財務会計等の制度について専門家による詳細な検討が必要であると、こういうことになった次第でございます。また交付金制度につきましても、これは私ども事務局の方から原子力小委員会の場に対しまして、多くの立地自治体においては電源立地地域対策交付金、固定資産税収入など原子力関連の歳入の割合が高い、限られた国の財源の中で電源立地地域対策交付金の制度趣旨、これは発電用施設の設置運転の円滑化ということでございますが、こうした制度の趣旨や現状をどう認識し、将来に向けたバランスの取れた展望をどう描くかと、こういった論点を提示させていただきまして、ご議論をいただいているところでございます。今申し上げましたとおり、原子力小委員会などの場で現在検討をいただいているところでございますので、現時点で何か具体的な対応策が決定しているわけではない状況でございます。青木愛さん。はい、ぜひですね、この廃炉が円滑に進められるように、国としても積極的な、環境整備に取り組んでいただきたいというふうに考えております。最後の質問になりますけれども、再生可能エネルギーの電力の買取制度についてお伺いをいたします。ご案内のとおり、この制度は小規模事業者やまた個人が太陽や風力などで作る電力を安定的に買い取ることを大手電力会社に義務付けた制度でございますが、大きな抜け道があり、電気の円滑な供給の確保に支障が生ずるときには接続を拒否できるとございました。国を信じて銀行の融資を受け、設備投資に数億円もかけたが、わずか2年で買取の拒否にあったという農家の方のニュースも放送で拝見をいたしました。この買取制度についてどのような欠陥があり、今後どのような見通しでもって考えておられるのか、経産省の所見をお伺いしたいと思います。資源エネルギー庁木村省エネルギー新エネルギー部長。
再生可能エネルギーの最大限の導入でございますけれども、我が国にとって非常に重要な課題でございまして、まず固定価格買取制度は、このための原動力として、やはり導入拡大に非常に大きく寄与しているということは、基本認識としてございます。実際、平成24年のその制度開始後、再生可能エネルギーの導入量、これ、キロワットベースで見まして、5割以上その拡大をしているという実績ございます。他方、電力系統が受け入れられる再生可能エネルギーの接続の可能量、これに上限があるのではないかとか、あるいはその太陽光発電シフトした導入が進んでいて、国民負担が将来的に上昇していくのではないかと、そういった懸念が明らかになっているということは事実でございます。で、国民のご負担でやはり支えられているその制度でもございますので、こうしたその指摘にはやはり真摯に向き合っていく必要があるというふうに考えてございまして、固定価格買取制度のあり方につきましては、最大限の導入というのがあくまでも前提で、その上で国民負担を抑制しつつ、費用対効果の高い導入というのを目指していく、そういった方向から現在新エネルギー省委員会でご議論をいただいているところでございます。年内を目途にできるだけ論点等についてその整理することを目指して精力的に検討を進めてまいりたいと考えてございます。青木愛さん。九州電力の再生エネルギー導入量は300万キロワットということで、計画量の4分の1に過ぎないと言われておりまして、まだまだ十分に余裕があるのではないかというふうに考えております。いずれにいたしましても、この原発依存のない、また地球環境対策としても、地球の温暖化対策といたしましても、この再エネの役割は大変大きいというふうに考えております。ぜひ、民間の意欲の腰を折ることがないよう、今後とも取り組んでいただきたいということをお願い申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。